努力していると考えている時点でお前には才能がないと上司に言われた。自分は納得できていません。はあ、僕もそう思います。努力ってのは才能がない人がすることなんですけど、才能がなくても結果さえ出ればいいので、まあ、結果が出てれば別に上司が何と言うか関係ないんじゃないでしょうか。才能なんかない人がほとんどなんで、なので努力してるので、はい、別にこの上司は間違ったことは言ってないし何も言ってないようなもんですね。気にしなくていいんじゃないでしょうか。わからないことを調べるとはどういうことですか。携帯パソコンでも調べたことになるけど間違った情報多いですし、出どころがわからないこともです。ちゃんとした情報を得るなら本や新聞などが多いですか。本や新聞も間違った情報はめちゃめちゃあるんですけど、携帯やパソコンで調べるやつは本や新聞の天才が多いので、どっちかっていうと本や情報の方がいいと思います。ただすぐに気になったことをすぐに調べる方が重要なので、それは携帯やパソコンの方が楽なんじゃないかなと思います。ただ間違った情報は多いけど、ただググって出てきたことを鵜呑みするのは調べるじゃないと思うので、少なくとも1個の意見に対して真逆の意見ぐらい見つけないと、自分の中で対策させないと調べたことにはならないんじゃないかなと思います。国語は苦手で解くのが遅いので、模試やテストで制限時間が残り少なくなり、周りが解き終わってシーンとしているときに私だけペン音の走る音や問題用紙をめくる音が響くと、なんだか目立った気がして恥ずかしくて焦ってしまいます。周りを気にならないようにするにはどうしたらいいですか。そんな恥ずかしいと思う、誰も気にしてねえだろう。いいじゃん、最後まで真剣に集中力が持つんだから、立派なもんですよ。最後まで気抜かずにやってください。仕事にやりがいを求めている方は多いですよね。すごい優しい方多いですよね。私はそれなりにお金がもらえて福利厚生が良ければやりがいがなくても仕事を頑張っていこうと思っていましたが、仕事を続けていく上でやりがいをもう少し大切にするべきでしょうか。いいんじゃないですか、やりがいなくても。僕もあんまり人生とかこういった仕事にやりがいは全く感じてませんけど、全然いいですね。やりがいなくても楽しいことなんかいっぱいありますしね。その日一日頑張って明日も頑張ろうって思っても次の日が起きれなかったりします。そんな自分に落ち込まない、落ち込む毎日です。コツコツ頑張るにはどうしたらいいでしょうか。まずその日一日頑張ったんですもんね。じゃあ翌日ぐらい良くない、起きれなくても。また多分その日一日頑張る日が来ますから、はい、それを人はコツコツ頑張ってるって言うんですよ。毎日頑張る必要はないと思います。定期的に頑張ってるならそれはコツコツ頑張ってるってことになるんじゃないですかね。マインドフルネスとか流行っていますが、それ以外にメンタルを安定させるのはどうしたらいいと思いますか。マインドフルネスが流行ってるならそれでいいんじゃないですかね。精神を安定させたいってことなんですかね、こういう質問が来るってことは。その本を別に理解しなくても、マインドフルネス、まあ僕もざっとしか読んでないんですけど、別に理解しなくてもいいと思うんですよ。読んだことによって安定が得られると思うので、流し読みするのがすごいと思いますよ。なんか自分に有用そうな本ってやっぱ身につかなくてもいいからざっと読むのってすごいプラスになると思いますね。あったらいいな、作るとしたらと思うテレビ番組は、芸人仲間、同期ぐらいの仲いい芸人さんたちとクイズ番組をやりたいですね。やっぱクイズ番組は単純に得意だし好きなので、自分で作った何の意味もないクイズいっぱい出したいですね。最近作ったクイズで屋根の部分の切り抜いた写真だけ見せて、この屋根は世界遺産のお城かラブホテルかって当てるクイズがあるんですけど、これ結構面白いんですよね。マジでむずいんですけど、あんま出す機会がないんでね。これそういうクイズ番組はやりたいですね。全然そんな話なんか来ないですけど、やれたらいいですね。予備校に通ってる JK です。 JK 女子高生ってことですよね。要潤じゃないですよ。15歳ぐらい年上の塾講師がかっこよく見えて仕方がないです。どうしてなんでしょう。本当に好きになりそうで困ってます。好きになったらいいんじゃないですか。どんどん恋はした方がいいと思いますよ。恋いっぱいしとかないと、一個一個の恋にすごい価値があるものだと思っちゃうんですよね。この塾講師の方見たことないんで分かんないですけど、多分どこにでもいる人です。でどこにでもいる人を好きになるんですよ、人間は。でどこにでもいる人だったって気づいて恋は冷めるもんなんで、気づくまでの過程がやっぱ恋ってすごいワクワクして楽しいので、いっぱい恋はした方がいいです。そうじゃないとどこにでもいるってことを認められないまま人生過ごしちゃうっていうすごい損なことをしちゃうので、やっぱそれをねいっぱい経験しておかないと、誰かを好きになってることでもう自分のねキャパがいっぱいいっぱいになっちゃうんですよね。恋愛だけに夢中になっちゃうんですよ。恋愛って
すげえ簡単なことなんで、そんなに、人生のキャパ取られるようなものじゃないんで、あ、また好きになったなぐらいで過ごせるようになるまで、いっぱい経験して慣れておいてください。ただ予備校はお金払って通ってるんで、授業に集中した方がいいと思いますね。人ってなんで生きていると思いますか？愛されるために、それともなんとなく生まれてきたから生きるのでしょうか？だこういうどうでもいいことを考えられる余裕があるのはもう生きててよかったって思いますよね。哲学ってやっぱすげえ難しいんですけど、ちゃんと理解できてない生病法の哲学ってすっごい楽しいんですよ。なんか考えた気になれるというか、なんか高尚な時間を過ごした気になれるん でこういうことをなんで生きてるんだろうとか考える必要が全くないことを考える余裕があるのってやっぱ幸せだと思いますね。生まれてきてよかったと思いますね。自営業です。身の回りに日本は出る杭は打たれる国だと憤る個人事業主の方やベンチャー企業の方は何人かいるのですが、事業を行う土地としての日本についてどう思われますか？個人的にはこうして怒っている方々って打たれるような出方しているタイプの杭に思えるので、変にビッグマウスを吹き散らかさずにもっと息を潜めて虎視眈々とやればいいと思います。個人事業主ででも出る杭は打たれるって言われるぐらいだから、結局税金の関係じゃないですかね。それ以外別にこの方たちも日本に生まれて日本語使ってる以上は日本の方がやりやすいことは多いと思います。本当に海外にとってはすぐ海外行ってるし、海外で勝負できないだけの人なんじゃないかなと思いますね。日本は競争がそんな激しくないからやりやすいことの方が多いんじゃないかなと思います。まあ税金とかの話なのかな、売り上げとか。それ以外はあんまどこでやっても変わんねえんじゃねえかなと思いますね。最近寝つきが悪いです。布団に入ってから2時間眠れません。ショートスリーパーなのか分かりませんが、4時間睡眠の方が顔をむくんだりせず体も軽いです。ちょっと僕もショートスリーパーでも何でもないのでがっつり寝ちゃうんですけど、2時間は眠れないんだ。でも今4時間でいいなら大丈夫なんじゃないですかね。毎日お風呂に入るのがめんどくさくて嫌いです。でもお風呂に入った後じゃないと布団に入れないので仕方なく毎日ちゃんと入ってます。どうやったら入浴時間を楽しむことができますか？ちゃんと風呂入ってんじゃねえかよ。いいじゃねえかよ。そういうもんだろうよ。楽しまなくていいよ。ささっと入って出てこい。1歳8ヶ月の子供がいるパート主婦です。特に何の資格もなく在宅で週3日パート勤務しています。本当はやりたいことを職にしたい気持ちはあります。2年前に日本語教師の講習を受けましたが、試験勉強に身が入らず検定は取れていません。勉強時間確保の方法や日常的に天に触れられるようにすればどうしたらいいでしょうか？勉強に身が入らなかったのか、多分今の状況だと余計資格を取るのは難しいと思います。今本当にやりたいことがそれなのか、ただこう今の週3日パートっていう状況が納得いかないから別のことをやりたいことっていうんで憧れてるだけじゃないのかっていうのを一回考えた方がいいんじゃないでしょうか。会社の環境や長年いるスタッフさんからの重圧などにすぐ負けてしまい、精神的に参ってしまって仕事が長続きしません。22歳で転職5回目です。私のような場合どんな仕事が向いてますか？性格的には人見知りなど全くなく逆に明るすぎる性格です。なのに仕事に行くと静かになり本来の自分を出すことができません。仕事に行くと静かになって自分を出せない人を人見知りって言うんですね。だからあなた別に明るすぎる性格じゃなくて人見知りなんだと思います。この明るすぎるみたいなことを思わなくていいです。で大抵の人が人見知りです。いつも楽しく拝見しています。一番効果のある少子化対策って何だと思いますか？手厚い保護とか支援っていうことになるんでしょうね。分かりやすいので言うと、少子化を止めるわけだから、子供を作りやすい状況、子供を作りたくなる状況っていうことが一番大事なんじゃないですかね。大学4年です。卒業まで1ヶ月ほどとなりました。残りの学生生活でしておいた方がいいことありましたら教えてください。1ヶ月でできることっていうとね、だいぶ限られてると思いますけど、まあでも1ヶ月丸々使えるんだったらさっさと職場の近くに引っ越した方がいいと思います。卒業式とかああいうのってあんま出ても、まあ、僕も出たんですけど、結局意味なさそうだなって思って出たんですけど、やっぱり意味なかったんで、サクッと新しい生活に1ヶ月早く慣れた方が得るものは大きいんじゃないかなと思います。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらいいですか？中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらよいですか？
1回で伝わる文章を書けるようになればもうちょっと伝わるようになると思います。こんにちは、私には付き合って5年になる彼氏がいます。これからについて、彼氏さんは50歳でこの方が32歳。これからについて話し合った中で、彼から両親に今後もしものことがあったら協力してほしいので実家の近くに2人で住みたいと言われました。私は一つ手伝ってしまったら後々いろいろやることになりそうですし、自分の時間が減ったり疲れもたまるので嫌なので絶対手伝いたくありません。これは私は、こんな私は心が狭いのでしょうか。いや、そら急にそう言われたらめんどくさいって思うでしょ。絶対手伝いたくはない。だからそれを天秤にかけるしかないんじゃない。この彼氏と今後継続して付き合う、結婚するってなったらもうそれは確保しなきゃいけない。それを彼氏側が降りてくれないんだったら別れるしかないんじゃないですかね。今のことだけ考えてはいけないと聞きますが、すぐ先の未来を考えても遠い未来を考えても不安な時どうすればいいですか。今のことだけ考えてはいけないと聞きますがっていうのは僕はちょっと聞いたことないんでわかんないですけど、すぐ先の未来を考えても遠い未来を考えても不安な時どうすればいいですか。不安なことはもちろんあると思うんですけど、なんか希望的なことはないんですかね。遠い未来考えたらみんな不老不死になるみたいなことを考えたらなんか明るい気持ちになんないですか。なんないんだとしたらだいぶ生きるのしんどそうですけど、不安になるぐらいだったら今のことだけ考えた方がいいと思います。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮がありますが、どんな親にも当てはまりますか。いや、もちろん当てはまんないって言ってほしいんでしょうけど、当てはまんないですよ。そりゃそうでしょう。親に感謝することが人間的にも成長したかのような風潮があるんだ。感謝してもしなくてもいいと思いますよ。自分に自信がなく人生の岐路において選択するたびに後悔のような不安がつきまとってしまいます。考えても仕方ない不安を打ち消す方法は何かありませんか。はー、ないと思いますよ。不安はずっとあるんじゃないでしょうか。不安持たないってのは極論バカになるっていうことなの で、バカになってもそんなに人生損はないぞってなんか腹くくれるんだったらバカになっちゃうのが一番楽だと思います。バカになっちゃうと不安は、はい、全然感じなくなります。でもバカになって失敗した場合取り返しがつかないので、それが怖いんだったら不安でいた方がいいんじゃないでしょうか。不安を打ち消す方法っていうのはだからそれぐらいですね。なんかメンタル系の本読んだりとかね、そういうのやってもそんなに消えないと思います。もしくはめちゃめちゃちゃんと計算してリスクヘッジしながら生きるっていうのもあるんですけど、まあそれをやってる時点で多分不安はねなかなか消えてないと思うんで。電車で通学しているものです。電車の中で一番効率的に勉強できるのって何の教科だと思いますか。いや、どの教科でも変わんないと思いますね。同じ時間の過ごし方なんでどれでもいいと思います。でも電車の中って他にもその雑音とかマイナス、家に比べるとマイナスの要素は大きいと思うので、一番好きな教科がいいと思います。一番不得意教科をここで潰すのは難しいし、意外と点伸びなかったりして結局より嫌いになっちゃうんで、なら一番好きなことをやった方がいいと思います。せっかく通学時間とかってやっぱつまんないんで、つまんないことを面白くするには一番好きなことをやった方がいいと思います。来年から高校教員になります。私は勉強はもちろんですが、生徒が自分で考えて生きていけるような考える力を養えるような教育をしたいと思っています。理想的な教員像について教えていただきたいです。はあ、なるほど。今の学校教育でどんな科目がちょっとあるか細かいの分かんないんですけど、暗記科目なんかどうでもいいから数学勉強しなさいって言ってくれる人が僕はいいなと思いますね。別に数学にこだわらなくてもいいんですけど、あの普遍性のある学問、そして頭を使う学問って結構教科の中でも限られるので、まあ実用性が高い学問っていう意味ではその情報処理プログラミングとかもすごいいいなと思います。でもやっぱ数学が一番いいんじゃないかな。数学の勉強苦じゃなくなるとやっぱ考えるってことを苦じゃなくなると思うので、あとは将来の税金のこととか教えてくれる先生がやっぱ一番いいなと思いますね。社会人になってから10年ほど経ちますが、気づけば学生時代の友達とほとんど縁が薄くなってしまいました。職場で周囲の人と話す程度の日々です。距離感の近い友達がいればいいなと思う時ありますが、どうしたらいいでしょうか。職場の人と距離を近づけるのがいいんじゃないですかね。会う機会が多い人と仲いい方が人生幸せなので、なかなか会えない人と仲いいっていうのはね、結局学生時代みたいに縁が薄くなっちゃうので、単純に友達を増やしたいんだったら会う機会が多い人と仲良くなってください。海外で仕事するならどんなことしますか。今のところ日本でやってるこの仕事がすごい楽しいんで同じことしたいなと思うんですけど、今の仕事は海外でね全部なくなっちゃうからやることないな。海外行ったら仕事したくないですね。
あ、好きな画家は誰ですか。うわドラクロはずっと好きなんですけど、パッと見上手じゃなく見えるから好きなんですけど、でもかっこいいから。あ、でもミュシャとかやっぱシンプルに好きですね。やっぱおしゃれですよね。中学ぐらいの時からなんかその絵のタッチがやっぱかっこよくて、あ、かっこいい人だな、かっこいいイラストレーターっぽいなみたいなんで好きだったんですけど、ミュシャって名前がどうしても日本語の語感からするとすごい女性っぽいじゃないですか。すげえひげ面のおじさんなんですよね。そこも含めてミュシャっていいですね。先延ばし癖が治らず、課題などもギリギリまで手をつけずにいつも徹夜で終わらせてしまいます。だんだんと、以前は間に合ったのですが、だんだんと間に合わなくなっており危機を感じております。先延ばしを直す癖は、先延ばし癖を直すいい方法はないでしょうか。一回大目玉食らうのがいいんじゃないですか。そうしないとなかなか人間ね、思った以上にアホなので学ばないですよね。でもなんか確かにね、ギリギリになってもなんとかなるってのもありますからね。そのヒリヒリ感を楽しむのがいいんじゃないですかね。で、一回やっぱ怒られるのがいいと思います。私は人に頼るのが苦手で、全部一人で抱え込み頑張る癖があります。人への甘え方を教えてください。周りの人甘えられたいと思ってるわけじゃなくて、一人で抱え込まないで全員で協力しちゃった方が効率いいんじゃないのって多分思ってると思います。はい、甘えじゃなくて分けた、分担した方が結果早くなるよっていう、あの単純な計算をするようにしてください。子供の背を伸ばしたり体格を良くするために何が必要だと思いますか。なんだっけ、発酵カルシウムじゃない、なんかカルシウムの種類であるんですよね。オランダはそれを国策じゃないけど結構多めに摂取するようになってから身長が伸びたみたいな話があったと思うので、それがいいんじゃないですかね。あとはやっぱり垂直方向の刺激があると伸びやすいっていうのは昔から言われてるんで、まあ、実際にどれぐらい本当なのか分かんないですけど、やらないよりはやった方がいいんじゃないですかね。最近ね、あの骨延長手術、それをやってる人がね、よくインフルエンサーとか、配信とかやったりするんですけど、やっぱり運動能力は落ちてしまうので、そうね、子供の頃に頑張らせるしかないんじゃないですかね。ただ子供の背を伸ばしたからってね、めちゃくちゃなわがままですよね、親の。これは難しいんじゃない、食生活習慣だけでは遺伝子は超えられないと思うので、まあでもまあいろいろ頑張ってみてください。垂直方向の刺激が大事なんじゃないかなと思います、運動に関しては。まともに生きようとして疲れてしまうことが多いです。適当に生きるってどうすればいいんでしょうか。あ、でも適当ってひらがなで書けるなら多分その素養があるんじゃないですかね。とりあえず漢字を捨てましょう。そうするとね、ある程度面倒くさいこととか逆に不便だなと思うことがあるんですけど、それを不便に感じなくなったら多分適当に生きていけると思います。目標がたくさんあるのですが、結局何からしたらいいのか分からなくて何もできません。しかも大体の目標が長期間にわたって頑張らないと達成できなそうな目標ばかりです。きっと他人より優れた能力を欲しているんだと思います。目標がありすぎることはやはり悪いことなのでしょうか。また対処法などはありますか。目標がありすぎることは全然悪くないと思います。問題なのは何も行動していないっていうことですね。とりあえず今、思いつくのを20個くらい書き出してください。で、それをあいうえ順に並べて一番最初に来たやつを達成できるまで、ここには書き込まないでください。私の周りには苦手な上司や先輩がいます。生きていく上で苦手だと感じていても、一緒に生活したら働かなくてはならない場面は多々ありますが、メンタルの弱い私はそのような関係が余計にストレスに感じてしまいます。苦手な人たちと上手に付き合うにはどうすればよいでしょうか。苦手な人とどんだけ苦手だとしても一緒に働かなければいけない場面があるんですね。ってことは多分それは向こうも一緒なんですよね。向こうもこの質問されてるサンドウィッチさんと苦手だなと思ってても一緒にいなきゃいけない、多分同じようなストレスを感じてるんじゃないかなと思うんですよ。なので、まあ、メンタルが弱いんでしんどいかもしれないですけど、どうせ自分だけが嫌な思いしてるって思うんだったら、相手にも嫌な思いさせた方がいいと思います。その方がその時間楽しいんじゃないですかね。相手もね、多分嫌がると思うんですけど、でも相手もね、その一緒にいなきゃいけないっていう同じ縛りがある状況なので、嫌なことのやり合いをしてください。7月より公務員として働いている19歳です。安定を求めて公務員になりました。しかし昔から憧れていた弁護士として仕事をしたいという夢をどこか諦めきれず、仕事をしながら勉強しようと考えています。実現までにかなり時間を要することを覚悟で挑戦したいと思うんですが、無謀な挑戦だと思いますか。いや別に思わないですね。そういう人はまあいるし、そんな無謀じゃないと思います。ただ時間はかかると思うんですけど、でも19歳だったらいいんじゃないですか。全然まだ取り返しつくと思うので、10年ぐらいは勉強してもいいんじゃないでしょうか。少なくとも弁護士になれなくてもその法律の知識はまあまあ役に立つでしょう。カズレーザーさんは教員に向いてると思いますが、先生になろうと考えたことありますでしょうか。全くないです。
子供ってうるさいじゃないですか。自分も含めてうるさかったと思うんですけど、そういう個体を、ね、30人40人相手にするってめちゃめちゃ大変で割に合わねえなってやっぱその時から思ってましたね。全員が違うのに画一的な教育をしなきゃいけない、しかもそれが上手になってもそれは古いやり方だって批判されるじゃないですか。結構すごいことなんですけどね、全然違う個性を持った人たちに共通なものを教え込むっていうのは。個別な教育、少人数教育のがいいっていうのは誰だって分かってることで、でもそれがコスト見合わないからしゃあなくいろんな折り合いつけてああやって教育スタイルになってて、でそれが上手くなっている先生ってのはやっぱどっかで尊敬されるべきだと思いますけどね。どうしてもね批判されがちなんで今古臭いスタイルだって、まあ、そのスタイルが変わんないっていうのは問題だと思いますけどね。時代に即して変わった方がいいと思いますけど、わーわー騒ぐ子どもたちにちゃんとしたものを教えられる先生っていうのはやっぱ結構いいノウハウを持ってるので、これはなくさない方がいいと思いますね。なんか継承した方がいいと思います。筋トレを続けることがしんどいと思う時があるのですが、うまく続ける気分転換に方法はありますか。先日全身筋肉量が不足と判定されてしまい続けたいと思っています。え、気分転換以外で筋トレをする理由なんて僕は思いつかないんですけど、しんどいならやめた方がいいんじゃないですかね。全身筋肉量が不足している、続けりゃ上がってきます。筋肉量っていうのは、筋量っていうのは絶対に増えます。筋トレが一番いいところは本当バカでも続けりゃ筋肉つくんですよ。その効率的非効率的はもちろんあるんですけど、続けてりゃ筋肉が増えんです。誰でもできることなんで筋トレって。本当にフィジークの大会とかボディービルの大会出るわけじゃないんだとしたら、本当にさないです。ノーペインノーゲインっていうのは古い格言がありますけど、今はねしんどくなくても効果が出る筋トレとかよく言われるんですけど、最初の頃はずっとしんどいです。しんどいのを続けるものなので、しんどいのが嫌だったら筋トレしなくていいんじゃないですかね。恋人と過ごしているとずっと一緒にいたいけど、きっとこれもいつか終わってこの人とも疎遠になるのかなどとふと考えてしまい虚無感に襲われます。恋愛経験が浅いので余計に怖いです。どうしたらこの不安なくなるでしょうか。いや、恋愛ってのはそういうものです。正しい認識だと思いますよ。きっとこれもいつか終わって疎遠になる。そうです、恋愛っていうのは必ず終わりが来ます。終わりが来るのを避けられないから結婚離婚っていうのはあんだけ面倒くさいシステムになってるんですよ。面倒くさいぐらいだったらこの関係続けた方が楽だなって思えるようになってる。最終的にみんな、興味なくなって終わっちゃうので、それを避ける方法を物理的に、面倒くさいっていう制度で囲ってるだけです。ただ次にね誰か好きになって楽しくなるので別にいいんじゃないでしょうか。でもどうしたらこの不安がなくなるでしょうかって今思っちゃってる時点で多分夢中じゃないんで、そろそろその恋愛は終わりそうですね。いつもありがとうございます。何がどういたしまして。いろんな人から頑張り屋でねと言われるのですが、周りから嫌われたくないから頑張ってるだけで本当は頑張りたくありません。どうすればいいでしょうか。嫌われるのと今のしんどさを天秤にかけて、多分頑張って嫌われない方がいいってなんとなく思ってらっしゃるんじゃないですかね。だから頑張り続けるのがいいと思いますよ。まあいつかパンクするとは思うんですけど、嫌われるのに耐えられるかどうかですよね。アドラー心理学じゃないけど嫌われる勇気みたいなのがあるんですけど、でも大半の人は嫌われる勇気持ってないですね。ああいう本とかを読んで勉強してもなんか結果っていうものをどんどん提供することによって嫌われないっていうものを買ってるんだと思います。好感度とか好意というのを買ってるんだと思います。嫌われないに越したことはないです。頑張ってください。本当は頑張りたくありません。まあ一回マジで何も頑張んないっていうやり方もあるんですけど、取り返しのつかないこともあるので、頑張りすぎない程度に頑張るのがいいんじゃないですかね。多分ちょっと手抜いても大丈夫だと思います。読みたいと思う本がたくさんあります。でも読み始めて30分ほどで眠くなったり集中力もなくて一冊読み切るのにとても時間がかかってしまいます。集中して一気に読めないせいか内容の理解も悪く身になっている気がしません。なるほど、一気に読んだから身につくわけじゃないです。何回も繰り返し読んでください。内容の理解が悪いのはその一気に読もうとしているからだと思います。じっくりじっくり時間かけて読んでください。ただ集中力がなくて読み始めても30分ほど眠くなるんだったら多分それ読みたくない本だと思いますよ。もっと自分に合った本を選んでください。地元で知名度の高い企業に正社員で就職して働いています。福利厚生はしっかりしていると思いますが、ステータスだけで入ってしまい毎日が苦痛で逃げ出したくなる日々です。私は正社員にこだわらず動画編集やフリーライターとして活躍できるような人になりたいです。ですが親や家族は反対します。家族は大切なのですが、私は自分の人生このまま後悔したくないです。厳しい親ではありますが、
好きなのでついつい家族の希望と自分の希望どちらを取るか、まあ、悩んでしまいます。どうすればいいでしょうか。で、正社員やりながら動画編集やフリーライターとして活躍している人はいっぱいいます。すぐに始めたらいいと思います。めちゃくちゃ忙しくて時間がないっていう人もいるんですけど、めちゃくちゃ忙しい正社員なのに動画編集やフリーライターしてる人いっぱいいます。本当に後悔したくないんだったら両方やって軌道に乗るまでやったらいいんじゃないでしょうか。ただどっちも続けるのがしんどいってなったらその時もう一回選べばいいと思います。会社の先輩から理不尽な扱いを受けてモヤモヤします。これくらいできないと困るとか、私の時なんてそんなんじゃなかったということを聞こえよがしに言います。その先輩は自身が育休明けの時にあまり優遇されなかったという思いを持っているようです。私の時なんて誰もフォローについてくれなかったと、これまた聞こえよがしに言っていました。私が同じ育休明けで定時に帰れるようにとか、あまり負荷をかけないように周りが配慮していることが気に食わないのかなと思います。ですが直接言わないのも腹立つのと、あと気分のムラがすごくて、機嫌いい時はそんなにというほどいろいろ教えてくれるので余計に嫌です。こういう人はどこにでもいるような気もするし、私の気の持ちようかと思います。人間って自分が得る機会がなかったかどうかって冷静に考えられず、他人が得してるのをなんか嫌う人っているんですよ。あれ、私は似たような状況で苦労したのに似たような状況で得してる人がいる。でも自分が得する人ができないから、相手の得してる部分を減らして、なんかイーブンの関係というかプラマイゼロにした気になりたいっていう、なんか算数ができない人が世の中にやっぱいるんですよ。そういう人が、まあ、この人は多分その先輩っていうのは完全にそうだと思うんですよ。別に、ね、このコメントしてくれた人が苦労したからって自分が楽できるわけではない。で、本当にそういう人って世の中多くて、でも機嫌のいい時はいろいろ教えてくれるっていう、なんかね、メリットもまんま感じてるので、直接的にダメージがあること、迷惑をかけられてるのかな。まあまあ嫌味を言ってくるってことですよね。その人のね、声色とかいっぱい録音して、その言葉をノイズキャンセルできるようにプログラムするのがいいんじゃないかな。その商品を AI 企業とかに提案して、似たような言葉全部、大抵ね、そのオフィスで話される言葉ってまあまあノイズキャンセルしても成立すると思うんですよ。ルーチンワークもある程度あるだろうし、特にその人の言葉だけ、似たような言葉だけカットするっていうのが、その機能が生まれたらむちゃくちゃ商売になると思うんで、そこにしばらくちょっと注力してはいかがでしょうか。嫌な上司の言葉だけノイズキャンセリングできるアイテムは世界的に需要があると思うので、それをちょっと目指してみてはいかがでしょう。いつかクイズプレイヤーとして強くなって、私と勝負することを宣言します。なるほど、そうですか。いや、宣言されてもな、もっと強い人を目指した方がいいと思いますよ。競技クイズは競技クイズの、ね、強い人がもっと強い人山ほどいるし、映像を見て答えるクイズは多分僕相当強い方だと思いますけど、でももっと強い人は多分いると思うし、東大王的な形式だったら東大王の人の方が強いと思うし、クイズプレイヤーって言ってもね、どのジャンルかによると思いますよ。もっと上目指してください。そうね、なんかめちゃめちゃ強い人になってほしいですね。自由な時間が比較的多い大学時代にしてよかったこと、今大学生に戻れるならやりたいことがあれば教えてください。しておいてよかったことは夜更かしですね。やっぱ本当にパリピとか陽キャみたいなことっていうのはしといた方がいいと思います。年齢とともに本当にシンプルにできなくなるので、大学生に戻るならやりたいことがあれば教えてください。やっぱもっとちゃんとテニスサークルみたいな生産性のない騒ぐための活動をしとくべきだったなと思いますね。仕事がかったるいです。わかる。私しかできない業務があり、気になること、その業務の人材育成について上司に相談しても丸投げで取り合ってくれません。仕事は好きだし人間関係もいいですが、プライベートの時間がなくなり仕事的に耐えれる人がいないという点で、このまま違和感を持ちながら仕事を続けてもいいものかと悩んでいます。この方しかできない業務があるんだったら、もっと横柄な態度に出た方がいいんじゃないでしょうか。人材上司に相談しても丸投げ取り合ってくれませんだから、サボったらいいんじゃないですかね。そしたら困るのは上司と下の周りの人なので、もっとマウント取れまくって優位に動いた方がいいと思います。高校を中退して大学受験のモチベーションの上げ方が分かりません。もう中退したってことはもう覚悟あったんだから、モチベーションなくてもとりあえずやった方がいいと思いますよ。今とりあえず画面閉じて、参考書目の前にあると思うんでそれを解いてください。どんなことでも大抵あなたが天才じゃなかったら1時間同じ作業を続けるとモチベーションって勝手に上がってくるので、
それを習慣づけるのがいいと思います。そうすると眠くなくなったり飽きたりしなくなるので、それがいいと思いますね。今モチベーション低い状態で結果出す方法を考えた方がモチベーション上げるハウトゥーをなんか勉強するより楽だと思いますね。モチベーションが上がったところで勉強効率が2倍3倍になるわけじゃないと僕は思うので、いろんなこと調べてももちろんモチベーションが高いに越したことないんですけど、モチベーションがマックスの状態を維持する労力っていうのがまず難しいと思うんですよね。まあ瞑想とかいろんな方法あるとは思うんですけど、それを身につける時間が受験勉強、受験っていうゴールがあるなら、人生全体で考えたらモチベーションを自分で操作できる方法を身につけるメリットは大きいんですけど、受験っていうその先、その手前にゴールがある以上は、モチベーション低い状態でも効率のいい勉強なりなんなりをした方がいいんじゃないかな。モチベーションでちょっとあんまエビデンスが2倍、その勉強成果が2倍になったみたいな話っていうのはちょっと僕が知ってる限りあんま聞いたことないんで、もしかしたらあるのかもしれませんけど、そしたらその方法を実践してください。母親の言動に嫌悪感しかなく一緒にいて不快です。感情的で物事を自分の尺度でしか見れず、偏見に満ちている意見を押し付けてきます。母親だから育ててくれたことや経済的に面倒を見てくれたことに対して感謝の気持ちはありますが、人として関わりたくありません。親に対してこの感情をどうすればいいですか？お母さんに対して育ててくれてありがとう、経済的に、面倒を見てくれてありがとうって伝えて、でも耐えられないので家を出ますって家を出てください。血がつながってるからといって、まあ日本の法律はね、親子の縁は切れないんですけど、でも形上距離を取るってことは結構いいと思います。長生きしたいとおっしゃられていますが、それは生きているのが楽しいからですか？楽しいからですね。それとも死が怖いからですか？まあ、死ぬのも怖いですね。自分と仲の良い人たちがみんな先立ってしまったとしても仲生きしたいと思いますか？長生きするのは、やっぱ生きてるのが楽しいのと死ぬのが怖い、両方ありますね。仲の良い人たちが先立ってしまったとしても別の人と仲良くなったらいいなって単純に思います。やっぱ長生きはしたいですね。不老不死になりたいって本当に思ってますね。死ななくなったら初めて人間って今の経済っていうものから解放されるから、なんかどんな社会になるんだろうっていうのがやっぱずっと興味があるので、それをこの目で見てみたいなっていうのをやっぱ思うんで、めちゃくちゃ長生きしたいな、で不老不死がなんか実現された世の中に生きてみたいなって単純に思うだけですね。でも多分生きてる間無理っぽいので、ずっとビビりながら生きてます。死ぬのは怖いですね。怒っているつもりがないのにそんなに怒らないでよと言われちまいます。友達を襲うと言われますが少ないです、自分の思ってる自分と他の人から見えてくる自分の差を感じると、人と話した後や友達と遊んだ後などに楽しかったかなと言い過ぎてないかなと不安になります。どうしてこのギャップが生まれるんでしょうか？自意識と対意識の違いなんだと思いますけど、常にね、自分の顔が見えてるわけじゃないから、まあギャップは生まれると思いますよ。文系なんですが、将来年収が安定的に1000万円を超える職業って何でしょうか？今の日本で年収1000万円を雇われ人で安定的に超えるっていうのは、まあ就活今されてるのかな、なんかねその辺に転がってる、企業ランキングみたいのでさっと見て上位にいるところを受けるのがいいと思いますね。今年収が、そういうところに書いてある年収が平均年収が1400万ぐらいのところ、まあ相当な会社ですけどね、そういうところってぐらいに入んないと、ずっと安定的に1000万円超えるっていうのは難しいと思います。まあ年収っていうのは多分日本経済から考えると下がる要因がすごい大きかったりするので、物価がねこっからグッと上がるって可能性はないので、あと今安定してる企業も10年後分かんなかったりする。将来を5、6年後って見せるのはすごい早いな。5、6年後で1000万円をすぐ超える雇われ人ってなかなかいないと思うんですよね。視覚的なものを持ってなくてもそこを超えるって難しいので、ただ1000万円の年収を稼ぎたいんだったら別に就活しない方が早いと思いますね。働かない、いわゆる職業に就かない方が1000万円って超えやすいと思います。それこそこういう芸能活動であったり、こういう YouTube を使った、インフルエンサーであったり、ネットビジネスであったりとかの方が圧倒的に稼ぐのは楽だと思いますね。質問なのですが、集団塾か個人塾どちらがおすすめですか？いや個人塾の方がいいんじゃないですかね。高いけど教科にもよると思いますけど、平均値に近い人は平均的な人と同じぐらい同じようなところでつまずきがちなので、最大公約数的な授業をやってくれる人の方が費用対効果は高いと思います。
圧倒的にここが苦手だ、圧倒的に成績が悪いっていう人とか、もっと発展的なものを学びたいっていう人はもちろん個人塾じゃないと成立しないと思いますね。じゃあちょっとインスタの方のコメントいっぱいいただいてます。いや親御さんとかの質問が多いですね。子供たちが勉強をしたがりません。ゲームや YouTube ばかり見ています。父親がひどいゲーマーで、子供たちもこのままゲーマーの道をたどり、ろくに勉強もせずに落ちこぼれになるのではないかと心配です。どうしたら勉強にも目を向けてくれるのでしょうか。はい、いや父親がゲーマーだったらまあそれはゲーマーになりますよね。だってね、お父さんはゲームばっかしててでもなんとなく生きていけるんだから僕たちもそうでしょ、そうなるんじゃないのって言われたら反応ができないですもんね。いくらお父さんはもともと勉強して今の大人になったからゲームばっかやってても平気なんですよみたいなことってそれは聞く耳も持たないですよね。お父さんが落ちこぼれてもいいっていう多分感覚でいるんじゃないかな。勉強しなくてもいいっていう感覚を持ってるから子供の前でいっぱいゲームできるんだと思うんですよ。これを解決する方法は現状ないと僕は思いますね。ゲームとか YouTube より魅力的な勉強ってないです。いやだって勉強より逆に勉強よりつまんないゲームや YouTube なんてないでしょ。絶対ゲームや YouTube の方が子供にとって面白いんだから、いやこの環境では勉強に目を向けさせることは難しいんじゃないかな。テレビがね娯楽の王様だった時代、やっぱテレビより魅力的な勉強は確かになかったんでね。どうやって自分が勉強したかっていうと単純に勉強が好きだったからなんですよね。勉強がね一瞬でも得意になればね好きになるんですけど、これ難しそうですね。もしくはゲーマーとして暮らしていける方法を考えるのも手なのかな。ちょっと僕からはちょっと答え出せないな、ごめんなさい。嫌なことがあったり誰かから嫌なことを言われたりした時、思い出したくないのにそのことばかり思い出して不快な気持ちになるのを繰り返しています。嫌なことを忘れたり考えないようにする方法はありますか。いや記憶を消すのは難しいんじゃないですかね。あんまり進めないですけど、海外とかでね電極で頭にね電流流してすっきりさせるみたいな治療法、まあ確かに日本ではやってないと思うんですけど、やってんのかな。そういう治療法もねありますもんね。忘れるっていうのはそれぐらいやっぱ難しいことだと思うので、上書きする方にシフトしたらいかがでしょうか。隣にはちょっとおかしな家族が住んでいます。持ち家なので引っ越しが難しいのですが、関わらずに生きていきたいと思ってます。うわ、隣の家に変な人がいたらやっぱり持ち家でも引っ越しますか。僕は引っ越しますね。いやこればっかりはね、隣人がイカれてるって本当に辛いと思いますね。いや大変だとは思うんですけどね。うわだって危害加えてくる可能性はありますもんね、行かれた人っているから。うん、もちろんねローンとかあるからね引っ越せないとは思うんですけど、で売れないだろうし、でも将来引っ越すために頑張ってほしいですね。隣の人がね改善するってことはないと思うので。春から新卒でプログラマーになりました。職場では周りが賢すぎて一を聞いて十を知るような人たちばかりです。そこで自分のバカさに気づいて悲しくなるということが最近よくあり、なんとか自分も理解や論理思考力を上げたいと絶望しています。少しでも賢くなるのはどのような方法があると思いますか。プログラムの勉強をするのがいいんじゃないでしょうか。こういうところにそういうのを書き込むのは時間がもったいないと思います。大学4回生で授業も少ないですが、少ないからこそ玉の学校がめちゃくちゃ面倒くさいです。暑いし大学受験の時の学力とやる気取り戻したい。わかるわ。そうですね、毎日ある面倒くささよりたまにあるちょっとした面倒くささのが絶対面倒くさいですもんね。わかるわ。大人だな。こんな共感呼ぶ文章こんなところで書き込んだらもったいないよ。別の SNS でなんかバズるように書き込む術を身につけた方がいいんじゃない。これすごいいいこと言ってるからさ、この意見をいろんなパターンでちょっと発信してどれがバズるか試してほしいですね。いや言ってることだってすごい正しいもん。でも受験の時の学力とやる気はもう取り戻せないと思って生きていいと思います。みんなそうなんで。大学1年生です。春から大学が始まり、それに伴い一人暮らしを始めました。大学では課題、家では家事に毎日追われてしんどいです。ストレス解消などの良い解決策はありますか。課題解いてんのストレスか。楽しそうだけどな。いやまあそれはね人それぞれなんで、がむしゃらに運動するとかもまあまあ
分かりやすい、ストレス解消にはなりますけど、筋トレとかはねやっぱお金もかかんないし、本格的に器具を揃えない限りは部屋でやる分には全然お金かかんないでおすすめですけどね。前日まではめちゃくちゃやる気あるのに、その日になると何もせずに終わってしまうことが多く、後から後悔してしまいます。また最初の方でつまずくとその後何もできなくなります。対処法はありますか？いいんじゃないですか、何もしなくたって。後悔するぐらいだったらやればいいんだけどなと思いますけど、一人でできることだと、まあ、自分次第なのでどうしようもないですけど、なんかどっか場所を移動してやるとか、なんか準備が必要なものだったらやっぱ予約無理やり入れちゃうっていうリスクを負っちゃうっていうのがいいですね。断るのめんどくさいから行くしかないみたいなのが結構いいと思います。何をするにもやり始めるまでが長いです。どうしたら行動が早くなると思いますか？答えていただけるとありがたいです。この文章にしても、どうしたら行動が早くなると思いますかの文章だけですよね。冗長ですよね。そういうところじゃないでしょうか。受験生の時何時間ぐらい勉強してましたか？本当に恥ずかしいぐらい少ない時間しかしてなかったですね。高校3年の夏ぐらいまではほとんどやっぱ教科書も買ってなかったんで、全然勉強してなかったんで、あんまりそのこういう質問に答えられないんですけど、今もし受験生、高校1年生に入り直すとしたら、毎日めっちゃ勉強すると思いますね。今36になって勉強が本当に楽しくなったんで、今はしなきゃいけないっていうのがあるんでね、しんどいと思うんですけど、頑張って体力の続く限り勉強してください。世界を征服する方法を教えてください。はあ、なるほど。何をもって征服なのかって感じしますね。地球という領土全部を自分の国にするっていうタイプの征服であったり、経済的に支配するっていう方法であったり、いろいろあると思うんですけど、努力か経済力かどっちかが必要なんじゃないですかね。ただ征服すると、搾取する側がいなくなるので、あんまメリットはなさそうですけどね。侵略する場所がなくなると武力を行使する相手がいなくなるので、内部崩壊しちゃうっていうのが、まあ、歴史が大抵証明してくれてるんですよね。はい、外部になんか領土を求めるタイプの征服の仕方は、征服し終わった瞬間別の悩みが発生するので、また経済的に征服しようってなると、むちゃくちゃなお金持ちになったとして、世界で一番世界の富の大半を手に入れているのは大金持ちになって好きなことをやるってなっても、それが征服なのかってなりますよね。経済的な支配ってのはあんま大きそうですね。結局お金持ちかどうかだけの話になったんで、征服したっていうか、なんか実感がない気がしますね。だからあんま征服しない方がいいんじゃないかなって思いますね。動画が気分転換と癒しになってます。質問ですが、老化に対してどう思われますか？私は動画のため実年齢より若く見られやすく調子に乗っていましたが、最近では体の不調で病院へ行くと老化ですねばかりで、アラフォーの現実を突きつけられています。それでも老化に抗いたいのですが、なるべくお金をかけずアンチエイジングする方法ばかり考えています。アンチエイジングについてどう思われるか知りたいです。やっぱり本当に技術が進歩してるので、アンチエイジング効果あるやつ、一昔前はね本当詐欺まがいだったんですけど、もちろん詐欺まがいのものも同じぐらい数あるんですけど、効果のあるやつはそれより増えてるなって最近感じます。アンチエイジングできるならした方がいいです。ただなるべく金をかけずっていうのは本当に効果ないやつが多いので、金をかけたくないって思っている人を狙ってる詐欺の方が多いので、ほぼ同じ成分だったりするんですけど、高いものの方が信頼感があります。まあほんま変わんないんだけどね。老化には抗いたいなら湯水のごとく金かけてほしいですけど、まあそれは難しいと思うので、でも美容インフルエンサーの人ね、本当にマジで根拠ないことを言う人もいるので、ちょっとそこは気をつけてほしいですね。でもなるべくお金をかけずっていうので、本当にただ同然のやつはゼロ同然の効果しかないので、ちょっとお金かかるっていうのは覚悟した方がいいと思います。最近どうしても欲しい服、欲しいカバンがあるのですが、ネット通販なのでなんか怖くて買えません。いいですね、いい悩みですね。わかります。俺も服はやっぱね、サイズが全然合わないことが多いので、やっぱ買えないですね。いや服はね、実際にやっぱ着たくなるよね。でもどうだろう、一時はファストファッションが主流になったからネット通販でもよかったけど、なんかもうそういうんじゃなくなるでしょ。ある程度いい服をみんな着るっていうのが主流になるなんていう記事最近読みましたけど、まあ、僕洋服とかファッションほとんど興味ないんでちょっと分かんないですけど、あんまネットで買わなくてもいいじゃないですか。俺もネットでは買わないですね。せっかくいい服買うならやっぱちゃんと判断したいし、まあ今はねなかなか買い物行けない状況があったりすると思うんですけど、やっぱりこだわって買った方がいいと思います、ね。
いつも楽しく拝見しております。フリーランスで先生のお手伝いをする日々です。どういうこと？先生がよく頼ってほしいと言うのですが、頼るって難しいなと思う今日この頃です。アドバイスを求めすぎてもこの前も言ったでしょうになっていくでしょうし、頼るってどういうことなのでしょうか。フリーランスで先生のお手伝いをする日々ですって、どういう職業なのか、ちょっとどういったジャンルなのか分かんないんですけど、頼るって難しいなと思う今日この頃です。この前も言ったでしょって言われるまでは頼った方がいいんじゃないですかね。頼ってほしいって先生は言葉を選んで言ってるんですけど、もっと効率よく動けよって意味なので、はい、それは自己流で勝手なことをするなっていう先生からの注意だと思った方がいいんじゃないですかね。志望校の合格基準点に届いたり届かなかったりを繰り返しているのですが、諦めた方がいいですか。いや諦める必要ないんじゃないですか。諦めるってことは受験をやめるってことですもんね。受験はした方がいいと思います。たまたま受かることは全然あり得るので。もちろんね、一本その1校しか受けないってわけじゃないですもんね。他も多分受けると思うので、いやたまたま受かる可能性の方が高いので全然受けた方がいいですね。ただ落ちてもそんなへこまなくてもいいと思います。偏差値が1とか2とか3、4、5違うぐらいの差なんて大した差じゃないので、わかんないです。この人が東大受けるなら全然違います。東大は絶対行った方がいいんですけど、そうじゃないならどこ行ってもそんな変わんないと思うんで、気にしなくていいんじゃないかな。別のとこでも同じようなことは学べますし。社会人3年目のものです。現在目標という目標がなく路頭に迷ってます。どのように目標を定めればいいですか。路頭には迷ってたら困りますね。目標どころじゃないと思います。この多分言葉の使い方間違ってると思います、はい、人生の、ね、目標がないとかの迷い方なんですけど、路頭に迷うっていうのはもう家も何もないっていうことなので、はい、ちょっとこの方心配ですね。一度国語辞書を引いてください。目標は別に何でもいいと思いますよ。ダイエットとかでもいいんじゃないですか。クリアしやすい目標何でもよりでも言ってください。でっかい目標なくても人間そんなに、むしろちっちゃくてもクリアできる目標の方がね、そういう目標を作ることに慣れた方が人生幸せになると思います。今現在不登校で通信制高校に通う準備を進めていますが、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態で、この先の生活がとても不安です。夢ってどうすれば見つかるものですか。夢を見つかるってのはちょっと僕も見つけてないんで分かんないですけど、夢や行きたい大学などもなく未来が漠然とした状態なのに通信制高校に通う準備してるっていうのはすげえいいと思います。みんな大抵高校進学するときって漠然とした、例えばね、この部活がしたいとか、なんかこの制服が可愛いとか、偏差値が高いとか、それも漠然としたあの状態なので、言葉にすればするほど別に大した理由でもないじゃないですか、そんなものって。でもみんな進むんですよ。で、自分でなんとなく漠然とした状態だって分かってるのに、ちゃんとなんか進学しようという意思があるのがいいんじゃないですかね。あ、自分は漠然としてるんだっていうのはなんとなく分かってるだけで、他の人よりリードできることもあると思います。さらば青春の光、東袋さんの活躍はどのように感じていますか。袋さんと仲違いしているのですか。 YouTube コラボはありますか。いや、なんも、普通の知り合いですね。なんかあの東口っていうね、昔から呼んでる東口がよくあの元コンビでなんかちゃんとやってたような言い方するんですけど、学生の時にちょっと遊びでやってたぐらいなんで、なんか元コンビって感じもないんですよ。だからそんなに熱いつながりないんですよ。であいつやっぱ口がね、あの適当に喋るから、なんかすごい大げさな感じでネットニュースがなってるだけで、別にそんな普通の友達です。知り合い、はい、YouTube コラボありますか。いや、さらばは YouTube、 面白い YouTube なんだから、こういうなんか芸人が やらなそうなへんてこなチャンネルとコラボしたくないでしょ。あの人たちで面白いことやりたいでしょ。カズさんはテレビやラジオ、そしてこの YouTube でも成功しているように見えるんですが、いや俺はどれでも成功してないですね。普段頑張らないスタンスで活動しているとしても、実際は成功しているように見えます。ただ見えるだけじゃないですか。それは単純に目にする機会が多いから成功しているように見えてるだけじゃないですかね。ハロー効果とはまた違いますけど、単純にまあよく目にすれば勝手に人間は好意を持つので、いっぱい目にすればポジティブに思えるんですよ。人間ってよく目にしてくれてるだけだと思いますね。全く僕のこと知らない人に僕の現状を見せたら、こいつ何もやってねえなって多分思うだけだと思います。同年代の同性の仕事での活躍を見聞きすると、自分は到底かなわないと劣等感で苦しくなります。すごいな、私は同じことはできないけど自分にできることを頑張ろうと意識的に思って自分を奮い立たせています。
どんな人や状況に劣等感を感じますか、どう対処していますか、教えていただけたら嬉しいです。あんま感じなくなりましたね、劣等感。子供の頃に伝記とか読むじゃないですか、偉人の。あれってすごい人がいるんだなとかじゃなくて、本当はうわーこの人こんな若い時にもうこんな業績残してるんだみたいな劣等感の体制を高めるために本当は読んだ方がいいかもしれないですね。なんだろうね、同年代の人がやってるから自分もできるっていう前提があるということなんですかね。多分同年代の人がやってることの大半は自分はできないんですよね。もしかまあできる能力とは素養はあったりするんですけど、素養だけではどうにもなんないっていうのもあるので、人は人、自分は自分、その人にはなれないって思うのがいいと思います。それを認めないとずっと劣等感抱えたまま生きると思うんですが、しんどいと思います。でもまあ意識的に奮い立たせてるんだったら、その劣等感プラスになってるのかな。結局今すんごくしんどくないんだったら、その生活の仕方がいいと思いますけどね。大学生です。どうしたら精神的に親離れできますか。精神的に親離れしたいなら物理的に親離れした方がいいと思うので、一人暮らしするのがいいんじゃないですか。はい、精神は、物理的な距離を超えてこないので、一人暮らししちゃうのが楽だと思いますね。寝たいのに眠れない時はどうすればいいと思いますか。目つぶって横になる以外の方法あんのかな。あのね一個おすすめなのありますね。ピストルスクワットって動画で検索してみてください。片足でやる、足片方の足を前に出して片足でやるスクワットなんですよ。むちゃくちゃ辛いんですよ。多分一回もできないと思います。それやってみたらマジでヘトヘトになるんで、一発で寝れると思います。本当おすすめです。何も物いらない、一発で体ヘトヘトにさせる技なんで、ちょっとやってみてください。膝ぶっ壊れがちなんで、ちょっと無理はしないでほしいですけど、ちょっとでもおすすめですね。好きになれないかも、好きになれないかもと思い付き合って1ヶ月で別れてしまった人を半年近く経っても忘れられません。今思えばとても理想的な方で、ゆっくりと距離を取ってもらえれば好きになれたのかなと日々悶々としています。もう終わったことだと割り切って次に進むためにいい方法ありますか。文明を読んだ限り、この方のわがままで別れたんだから、別れた相手はもうあなたのこと好きじゃないと思います。割り切るも何も次の恋愛を探すしかないんじゃないでしょうか。もう絶対に戻ってこないと思いますね。なんかまだいけるってどうしてもね、自分から別れたって思ってる時っていつでもやり直せるって思いながら行きがちですけど、人間ってすぐに次の好きな人を見つけることもあるんで、もう元の際に戻んないで、はい、忘れるしかないですね。何にもならないです。可能性はゼロです。私の会社は大卒1年目の基本給と高卒5年目の基本給を比べると、大卒1年目の基本給が高いです。仕事内容は同じ人もいれば違う気がします。私は高卒なのですが、4年間働いて仕事について学び、会社に貢献している自分よりも入社したばかりで研修をしている人の方がお金をもらえていると思うと虚しくなります。今までの4年間は何だったのでしょうか。カズレーザーさんは高卒と大卒の基本給の差についてどう考えていますか。大卒の方が高い会社は、往々にしてあると思います。特に日本は同一労働同一賃金っていう流れになっていくと思いますけど、多分まだまだ先だと思うし、完全に採用する企業っていうのは、結構少ないと思います。そういうもんとしか言いようがないですね。不公平感はもちろん感じると思うんですけど、それが分かってて、大学に行く人もいるっていうことです。仕事内容、仕事の成果で正当に評価されてないと思うなら、本当に転職を考えた方がいいと思います。4年間働いて結果を出している、会社に貢献してるって思えるんだったら、多分学歴関係なく雇ってくれるところはあると思います。そうなってないとしたら、スキルが伸びてないっていうことなので、スキルを伸ばす働き方からしてうまい具合に転職してください。2023年大学受験の高3です。ああ、そうですか、頑張ってください。ストレスや不安に落ち着きされそうになった時、どのように乗り越えてきましたか。あんまりないんですよね、ストレス不安っていうのが。試験本番の緊張に打ち勝つためのアドバイスもいただきたいです。緊張とか、経験したことないプレッシャーに打ち勝つってのはなかなか難しいので、経験したことないプレッシャーとか不条理な状況を体験しておくのがいいんじゃないですかね。なんかよく言うのが、すっごいうるさいところとかで試験問題解いてみるとか、そういう自分ではどうしようもないプレッシャーを経験しておくと、そのストックがたくさんあれば不安とか緊張に打ち勝ちやすくなると思います。
でもそんなことするんだったら普通に勉強しといた方がいいんじゃないかっていう話もあるんですよね。多分こういう悩みとかはあるのはしょうがないですけど、悩むくらいなら一問でも多く問題解いてください。で、合格してください。頑張ってください。養子や育った環境、今過ごしている環境、能力、物事に対する気力など、何でもかんでも人と比べてしまうことが悩みです。どうして私だけ、どうせ私なんてとマイナス思考が止まりません。明るく前向きに生きるにはどうしたらいいですか。はあ、そうですね、容姿や育った環境、能力、物事っていうのは、まあ、人と比べるためにあるものなので、どんどん人と比べた方がいいと思います。ただ比べた結果、あの人の方が優れてるなとか、それはただの事実なんで、多分電車乗ってて自分の隣に座った人がすげえ美人で、すげえ頭が良くて、すげえ金持ってたとして、で左隣見たらすごい汚い格好で、すごいルックスが悪くて、すごいお金持ってなさそうだとしても、あなたの収入も見栄えも変わんないんですよ。周りがどうなろうが、あなたの、ね、個々のポテンシャルって別に変わるわけじゃないので、まあ、比較はするけど、それによって何か影響があるわけではないんですよ。もちろん競争するってなったら違うんですけど、あ、世の中優れてる人いるな、自分より劣ってる人がいるなっていうのがただ事実としてあるだけなんです。で、別の物差し使えば全然優れてなかったり劣ってなかったりする、いっぱい物差しがあるっていうだけの話なんで、事実は事実で、それに対して落ち込むっていうのはなんかすごいおごり高ぶった意見な感じがしますね。マイナス思考になってしまうっていうと、本当は頑張ればそこに行けるみたいな発想がどっかにあるからだと思うんですよ。誰かと比べて誰かみたいになるっていうのは、まあ、なかなか難しいと思うんですよね。それよりは自分の今のスペックをちゃんと理解して、足りない部分とか伸ばしたい部分と向き合ってる方がいいと思います、まあ、それ続けてるとあんま周りと比較することも減るので、そっちの方が精神衛生上いいと思います。30代女性会社員です。仕事以外の時間が暇で新しいことを始めたくて、ボクシングジムへ通おうと思っています。軽いフィットネス系のジムよりもスポーツとして真剣に取り組めるところが良いのですが、この先プライベートな時間の使い方が変わって、仮に暇でなくなったら通いたくなくなるかもと思うと、入会に踏ん切りがつきません。このタイミングで入会した方がいいと思いますか、しない方がいいと思いますか。興味ある時点で入会した方がいいと思います。で、ガチのところ入会するのがいいと思います。女性会員ね、少ないんでね、すげえ安く買えるとこって結構あるんで、そういうのがいいんじゃないですかね。とりあえず入ってみて、別にいつ辞めてもいいじゃないですか。大した額かかんないですよ。めちゃくちゃグッズが必要なスポーツでもないので、意外とお金かかんなかったりするので、とりあえずやってみたらいいんじゃないですかね。現役で教員をしています。そうですか。正直毎日12時間以上労働しており、かなりしんどい思いをしています。教員の働き方の現状は改善されると思いますか。あと何年ぐらいで改善されると思いますか。いや、改善難しいんじゃないですかね。本当に先生方はやること多すぎますよね。その生徒の親御さんがそれぞれ教師に求めているものが違うので、やっぱどんどんね、雪だるま式に仕事が増えちゃいますよね。それをやっぱ文科省が決めてくれない限りは、やっぱりまだまだ無限に増えていくんじゃないかなと思いますね。あとはこれはもう教員の方の仕事を減らすことになると思うんですけど、今後必要ない重要度の低いであろう科目というのは明らかにあるので、それをやっぱ削らないとね、そういうところをやっぱ合理化しないと、なかなか仕事ってのはね、改善されないんじゃないかなと思いますね。本当に無理なさらず頑張ってください。ネタはもうされないんですが、まあ、ほとんどやる機会ないですね。そもそも需要がないからね、オファーがそんなないんで、まあやんない、しばらくやんないんじゃないかなと思います。でも今やんないともうやる機会なくなっちゃうんだろうなと思いますね。中2です。陸上競技部に所属しているのですが、高校は短期留学もしてみたいので、うわ、めっちゃいい夢ですね。部活時代入らないつもりでいます。おお、だけど高校の部活の友達は一生もんになるし、部活の友達がいないとなるの、学校生活息苦しくなりそうで不安です。このことについてどう思われますか。高校の部活の友達が一生もんにはならないケースの方が多いとは思うんですけど、なぜ一生もんになるって思ったのかちょっと分かんないですね。どの友達が一生もんの友達になるかなんて、もうやっぱいろんな人と付き合ってみないと分かんないので、短期留学もしてみたいっていうのがなんかより強い、なんか魅力的な目標に思えるので、そっちを優先するなら別に部活がどうなんて気にしなくてもいいんじゃないですかね。高校での短期留学っていうのは高校の時しかできないので、そっちの方がおすすめですけどね。まあそういう意味では高校の部活っていうのも高校の時しかできないので、どっちもどっちではあるんですけど、今はでも先に出てきた高校は短期留学してみたいっていう夢の方が先に出てくる分強いと思うので、そちら優先したらいいんじゃないかなと思います。
怒りの沸点が低くて困っています。他人に対してすぐイラつくしカッとなってしまいます。私の知人で怒っても仕方がないというスタンスで全く怒らない人もいますが、私はそれができません。そういう性格なので仕方がないと半ば諦めていますが、何か改善策はありますでしょうか。マジで意味わかんないぐらいちっちゃいことで怒ってるんだったら何とかした方がいいと思うんですけど、別に怒ることそんな悪いことではないので、僕はあんま怒んない方なんですけど、だからといって怒ってる人見てもああ恥ずかしいなと思いますけど、みっともねえなと思うんですけど、まあ怒る理由も分かったりするので、全く怒んなくてしんどい生活するよりは別に怒ってストレス解消できるんだったら怒ってもいいんじゃないですかね。まあ、その分周りからの評価がどうかなるか分かりませんけども、怒らせる原因があるんだとしたらその原因を作った人の方が悪いので、怒った時にその理屈を頭の中で一回整理できて、それでも怒った方がいいと思うなら怒ったらいいんじゃないでしょうか。高校時代人間関係とか進路とかで深く悩んだことありますか？どうやって乗り越えましたか？いや全然悩んでないんで、ちょっと乗り越えたことがないです。数年後にアラフィフになるというタイミングで去年から通信制の大学生になりました。へ、今までで勉強会に逃れようと背を向けてきた自分だったので勉強のやり方がいまいち分かってません。テキストを読んで過去問をやる、これでいいのでしょうか？テキストを読んで過去問をやる、いいと思います。授業があるわけですね、通信制の大学とはいえ。内面が育たず年だけ重ねてしまいました。内面と実年齢がどんどん離れてずれていく感覚が辛いです。周囲の人はちゃんと大人になっていくのに精神年齢を引き上げるにはどうすればいいでしょうか？ちなみに40歳ですが内面は小学生の頃と変わりませんって書いてますね。多分もう手遅れなんで、そのまま生きた方が楽しいと思います。だって今小学生なんですよ、中身が40歳分、だからどんだけ高くても12歳なんですよ、精神年齢が。28年分頑張るのってしんどいので、そのまま過ごした方が多分いいと思います。28年間その今まで上げなかった部分を育てる、しかも育て方が分かんないじゃないですか、精神年齢って。それを引き上げる苦労は多分割に合わないので、今のまま生きた方がいいと思います。しんどいです、ここから大人になる。大人にならなくても生きていける才能が何ならあるようなので、そのまま生きた方がいいと思いますけどね。一人で過ごすのは好きですが、たまに孤独を感じることがあります。どうすれば一人でも楽しく過ごせますか？いや、一人で過ごすのは好きってことは一人じゃない時間もあるんですよね。これどういうことなんだろう。一人で過ごすのは好きなのに孤独を感じる。一人で過ごすのは好きなんですよね。で、質問はどうすれば一人でも楽しく過ごせますか。いや、好きなことしてるんだったら楽しいんじゃないの。孤独感じたら誰かのところに行きな、孤独を感じるまでがその一人が楽しい時間なんだから。で、その孤独を感じる時間が多くなってきたら多分一人が好きじゃないのよ、本当は。みんなと馴れ合いをする楽しみを見つけてください。経済的には一人っ子がいるのですが、もう一人産みたいなと思ってしまいます。でも子供にも学費の心配をさせたくないのと、自分も余裕がなくなるのが怖いので諦めるべきだと感じています。日本の将来を考えると、やはり経済的な余裕を取るべきでしょうか。あ、どういうことだ。自分の将来じゃなくて日本の将来、日本の将来がまあこのまま不景気が続くから経済的な余裕を取るべきでしょうか。そんな景気に左右されるお仕事をされてるのかちょっと分かんないですけど、単純にもう自分の中で答えが出てそうですね。自分も余裕がなくなるのが怖いので諦めるべきだと感じています。多分学費とか経済的なっていうよりも自分の余裕がっていうのは結構大事だと思うので、別に諦めてもしょうがないんじゃないかなと思います。日本の将来考えると、日本の将来が急に好景気になったとはいえ、全部の家庭が裕福になるわけじゃないので、あとは別に日本の将来が暗いなと思ってても経済的に余裕がある人も全然ざらにいるので、あんまそこが直接の理由にはなんないんじゃないかなと僕はこの文章から思います。質問などを募集しているときにいい質問が思い浮かばないのですが、カズレーザーさんなら自分にどんな質問をしますか。いや別に質問はしなくてもいいじゃないですか。無理やり質問されても困ります。はじめまして、カズレーザーが以前、もうすごい呼び捨てで書いてくれてありがとうございます。カズレーザーが以前、スティーブ・ジョブズがいなくなってもアップルって成績を伸ばしているということを話されていて、今まで自分が辞めたり周りに迷惑をかけるんじゃないかと思っていましたが、自分がさらに働きやすい環境に行くために転職活動をしています。最終面接まで一社進んでいるんですが、最終面接のカズレーザーさんなりの攻略法という考え方がありましたら教えていただきたいです。そんなに少人数の募集なのかな。あ、まあそっか、中途採用はね、それもあるか、新卒じゃなければね。いやもうでも最終まで行ってんだったらもう攻略法とかないですよ。一体多数、自分より多い目があることがね大半なんで、そこは作ったもので切り抜けられるもんじゃないです。ね、これね、ジョブズいなくなってもアップルって成績伸ばしてるっていうのがなんかいろんなところで転載されたりしてるんですけど、これはあの場で言ったことであって、全員に向かって俺喋ってないです。基本的に言葉は全員に向けて喋ってないです。
まあ、都合よく解釈してくれれば一番いいんですけど、あなたに対して言ってないのに全然俺に当てはまんねえじゃないかみたいなことを言う人がいるんですけど、ちょっともうちょっと落ち着いてきてください。仮面してて将来が心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと？あ、仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなる方を教えてください。あの仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ、将来とかそういう先のこと考えたら。もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実際変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとかは今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。近隣の洗濯物の匂いがきつくて困っています。窓を開けたら好きでない匂いが部屋に入ってきたり、洗濯物を外で干したくても服に匂いが移ってしまい悲しいです。引っ越すほかに解決案があれば教えてください。ねえじゃねえすか、そんなに匂いが入ってくるきつい洗濯物って何、洗濯してねえじゃない、逆にくせえもん干してんじゃない。引っ越すほかに解決案なんてあんのかな。引っ越した方がいいと思うけどな。かもう窓開けないと方がいいんじゃないかな。窓そんなに開けないですか、俺絶対開けたくないんですけど。窓開けない生活楽しむのがいいんじゃないですかね。春から大学生になったので何か始めたいと思っています。大学生の時にやっておいてよかったなと思うことを教えていただきたいです。もっともっとチャラい遊びしとけばよかったなとは思いますね。チャラい遊びはもうどうせそれこそ先ほどの年齢の話じゃないですけど、年とともに本当にしんどくなるのと、お金はねもっとねチャラい遊びやりやすくはなるんですけど、お金がない中でやるチャラい遊びが一番楽しいっていう説をよく聞くので、ハメ外しとくのがいいんじゃないかなと思います。それは男女問わずに。全てから逃げたいと考えた時に逃げることはできますか、その方法を教えてほしいです。どれぐらいのことなんですかね、そのもうこの世から逃げるとそういうことなんですかね。それはあんまりお勧めしないです。でも普通に会社辞めてその辺ブラブラするとかでもだいぶ逃げられることは多いと思います。合計200点のテストで110点を取っている人でも今から頑張ったら偏差値64の高校に行けますか。もともと頭はいいと友達に言われてます。何のテストで200点満点の中で110点取ったか伝えられないってのは、多分今偏差値64にはちょっと遠いんじゃないかな。ちょっともう少し頑張らないとダメかもしれませんね。もともと頭はいいっていうのは、はい、友達はみんなそう言います。ちょっともう少し頑張らないと難しいかもしれません。アイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか。アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなりあいにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。過去に傷ついた思い出が未だにフラッシュバックしてまた嫌な気持ちになってしまいます。なぜネガティブな記憶ばかり鮮明に思い出してしまうのでしょうか。そうね、そういうもんなんじゃないですか。人間って自分が調子に乗らないようにできてるんじゃないですかね。寝る前にいい思い出ばっかだとやっぱ人間ねすぐ天狗になっちゃうんで、そうならないシステムが備わってると思ったらどうでしょう。他人に興味が持てず周囲の人があの人好き嫌いなどの話で盛り上がっていても共感できずに内心冷めて見てしまいます。人に興味を持てないとこれからの人間関係で支障を来すものなのでしょうか。実際に今は恋人もいません。別にいいんじゃないかなと思います。人間関係に支障を来すのは一個はコミュニケーション不足、もう一個は能力不足、どっちかが足りていればある程度カバーできると思います。イライラしないようにする方法があれば知りたいです。なるほど。すぐ甘いもの食べるのがいいんじゃないですかね。甘いものやっぱ最強だと思いますよ。その分太るっていうのがあるんですけど、イライラしなくて済むならそっちの方がやっぱ健康的な気がしますね。高2男子帰宅部です。バイト探し中なのですがおすすめのバイトありますか。どれぐらい欲しいのかな。
基本的に割に合わない仕事ですよ、高校生に振る仕事なんて。だから稼ぐのは難しいと思います。テレアポとか得意だったら、まあ、高校生だと一番稼げるかな。稼ぎたいんだったら、まあ、もっと別の方法した方が、バイトじゃないことをした方が僕はいいと思います。バイトってのはやっぱ時間で自分を一番安く売ってしまう方法なので。人見知りで人とうまくコミュニケーションが取れません、どうしたらいいですか。コミュニケーションが取れません、どうしたらいいですかって一文になってるんですけど、コミュニケーションが取れませんって丸を打ってください。相手がどう捉えるかっていうのを考えるのがコミュニケーションなので、そういうのを気にするだけでなんかうまくいくようになると思います。12歳年下の職場の男性のことが好きです。おー、結構したっすね。今彼女はいないようですが、好きな子はいると話してくれてます。あー、じゃあ難しいのかな。彼はおそらく私に対して何でも話聞いてくるお姉さん的な思いなんだろうなと思ってます。なるほど、お姉さん的な人だと思ってますって感じる場合って、往々にして何とも思ってないケースが多いので、今のところ難しいと思いますね。どうしても可能性があると思って今文章を書かれてますけど、可能性はないケースの方が僕は多いと思いますね。お姉さん的な人って何とも、男性は何とも思ってないことが多いです。お姉さんと付き合いたいと思うのはゲームとか二次元の世界だけの話で、実際お姉さんと付き合いたいとはやっぱあんま思わないので、ちょっと難しいんじゃないかなって思いますね。高校2年生の息子は英語で、英語科学年最下位です。我が家は仕事の関係で日常的にアメリカ人と過ごしているんですが、なぜか外国の文化に対して向上心がないのかさっぱり分かりません。ちなみに古典も激しく赤点です。何か良いアドバイスをいただけないでしょうか。これはどういうことなんですかね。英語は学年最下位で古典も赤点ってことは、他の点数もそれ相応に低いのか、それとも他のはめちゃめちゃ高いのか。ただ他の、例えば数学がめちゃめちゃ得意とかだったら、先に、まあ、どっかでそのことは触れてくれると思うんで、全体的に低いんじゃねえかなと思います。日常的にアメリカ人と過ごしているからつって別に外国の文化に向上心興味向かないのは自然じゃないかな。そのアメリカ人が何ならこの息子さんにとって腹立つやつが多いんじゃないですか。アメリカ人って鼻につくなって思ってたら英語なんか絶対勉強したくなくなると思うんで、悪いイメージ持っちゃってるんじゃないかなと思います。高卒で就職してから2年が経つんですが、趣味という趣味が全くなく、始めても続かないことが多いです。ああ、僕もないです趣味は。頭が悪い僕でも続けられる趣味みたいなものがあればぜひ教えてもらいたいです。いや、なくていいじゃないですか。なんで作りたいの趣味ないならないでいいんじゃないですかね。いろいろあって全日制の高校を見て通信制の高校に通うことになりました。通信制の高校では自主性が大切だと言われたのですが、1日の勉強の予定はどのように組んだらいいと思いますか。うわー、すげー大変じゃん。どうなんだろう、燃え尽き症候群になるからあんまり推奨されないんですけど、ひたすら勉強して1回燃え尽きた方がいいんじゃないかなと思いますね。通うことになりましたっていうことは、通いってそんなにまだ期間経ってないですよね。多分ある程度今モチベーション高いと思うんですよ。モチベーション高いうちに1回燃え尽きるまでやった方が僕はいいと思いますね。先に計画決めてしまうと、実は計画通り進めるのが苦手だったってなった時取り返しがつかないので、勉強のやる気を出すにはどうしたらいいでしょうか。いや、でもやる気は多分あなたあると思います。勉強どうしたらいいんだろうって悩んでる時点で、多分勉強しなきゃいけないっていうベースの考え方が持ってるはずなので、今ただ机に向かってるかどうかだけなんですよ。とりあえずこの携帯を置いて SNS 全部消して勉強に向かえば、多分あなたは相当勉強できるので。今後自動車免許を取った時に真っ先に買いたいと思う車種ありますか。ベクター W8 と消防車ですね。僕は本当ずっとそれを言ってます。マジで買おう、ちょっとねずっと探してるんですよ。買うかもしれないですよね。収集癖があります。しかし集め出すと熱が入りすぎて、対象のグッズやフィギュアを全て集めたいと思ってしまいます。レーザーさんも、レーザーさんですね、レーザーさんもフィギュア好きとメディアで拝見したのですが、どういった価値観で集めているんでしょうか。レーザーさん、レーザーって下の名前で呼んでくれるのは春日さんと聖夜くんだけなんですけども、聖夜くんなのかなこれ、レーザーさん。僕別に収集癖ないです。まあ衝動買いとかするんですけど、収集癖ってね、まあ、買ったものがそのまま残るから、なんか成し得た感が出るんですよね。たくさん集まったなって満足感が出るんですけど、自分より金持ってるやつって誰でもできる趣味なので、ただ金持ってるかどうかだけのマウントの取り合いになりがちなので、集めたことに対して満足感を得てるんだとしたら、あんまり続けない方がいいと思います。まあでも、まあ、趣味なんでね、自分のできる範囲でやった方がいいと思いますよ。まあそうだな、まあそうか、趣味だもんな、わーわー言うのがちょっと良くないですね。無粋でしたね。いや、好きな手が集めてくださいね、実家を抵当に入れてでも集めましょう。
浪人しちゃってる、今今年浪人してしまったのですが、モチベーションが上がる一言をください。浪人したからにはやっぱり去年よりね、いい大学に行きたいっていうことだと思うし、まあ志望校があるから浪人っていうのを選んだと思うんですよね。なのでモチベーションっていう言葉に頼らずに今すぐ勉強してください。もったいないですよ。おすすめの本で漫画でも大丈夫です。あ、漫画でもいいんだ、教えてくださいみたいなのがあるんですけど、漫画だったらなんだろう、好きなのはあの手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね、面白いですよね。火の鳥とかやっぱたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど、売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。めっちゃ真面目な質問なんですけど、生きてる意味って何だと思いますか？いや、生きてる意味はないと思いますね。僕は全くないと思って生きてますね。生きてる意味があると意味に沿った行動を取んなきゃいけないので、意味がないと思って僕はずっと生きてます。もし生きてる意味があるとすれば、だらだら生きることが許されなくなっちゃいますもんね。意味がないと思うから寝坊したり夜更かししたり朝からお酒飲んだりできるので、意味なんて持たない方がいいと思います。若い花のうちに遊んでおかないと後悔するよなど、人生の先を生きた人が若い頃を振り返って口にするアドバイスに弱いです。今の自分は遊ばなくていいと思ってても、確かに年取ったら後悔するかもしれないからです。年を取って後から悔いるかもしれないことに直面したらどう考えますか？いや、若い頃遊んどいた方がやっぱりねいいと思います。若い頃の方がバイタリティがあるのでたくさん遊びます。ただ全然今は努力して年取ってからその分取り返すように遊ぶっていうのも全然ありだと思います。どちらも別に同じ量遊べる、結局限界まで、今の年齢のキャパ限界まで遊べるんだったらどっちでも多分いいと思います。年齢相応の楽しみ方があるので、若いうちに遊んでそれが後に引くようなことになるんだったら、それは遊ばないに越したことないです。プラスになる遊びっていうのはでもどうやらあるようなので、それはやっといた方がいいと思います。ただ遊ぶんだったら別にやる必要はないです。心霊現象とか信じますか？全く信じないです。職場の40代独身女上司がうざいです。私はできない上司ですからとか、ガリガリなのに私本当にデブなのよといつも部下が困る一言を投げかけてきます。どう返答しますか？無視したら？そんな人、早起きのコツ、早寝ですね。仕事をする上で大事なのは給料の高さ、職場環境、人間関係、両方ともトレードオフの関係にあるので、どっちも大事ってことなんじゃないですかね。この職場環境でこのお金だったら満足できるとか、ことじゃないですか。職場環境完璧、給料スズメの涙で、あんま満足する人はいないと思うので、で給料バカほど高い、でも職場環境激悪でもやっぱ辞める人は辞めるじゃないですか。どこまでそれぞれ妥協できるかってことだと思います。でも給料の高さの方がどっちかというと重要かなと思いますね。残念ながら往々にして給料高いところの職場環境って良かったりするので、まず給料っていうのを重要視してみてください。本、映画、音楽などにおいて気に入った作品ばかりを長期間繰り返し見てしまいます。もっとさまざまなジャンルを幅広く知りたいと思うのですが、なかなか手が出ません。何か良い方法はありますでしょうか？いや、好きなの見たらいいんじゃないでしょうか。偏っちゃダメなのかな。本、映画、音楽から得られるものってのは基本的に娯楽なので、それだけで何か変わるもんでもないので、好きなのを見続けるのがいいと思います。さまざまなジャンルを見て幅広く知りたい、本、映画、音楽で、まあ入り口になるから、まあ幅広く見た方がいいし、流行りものを見といて損はないと思いますけど、好きなものがあるなら別にいいんじゃないでしょうか。クイズ番組でご活躍されておりますが、カズレーザーさんから見て、いや本当この人には負けると思う知識豊富な方はいらっしゃいますか？いるとすれば誰ですか？いや、いますけど、本当に知識豊富な人ってクイズ番組なんかには出ないので、あんま負けることないですね。本当に頭いい人はクイズやんないです。腹立つことを言われ、こそこそ陰口言ってるのを見たら、その場で相手に文句を言いに行きますか、それとも放っておきますか？こそこそ陰口言ってるのを見たら、見えてる時点でも陰口じゃねえんじゃないか。文句言ってんだったらこっちも文句は言います。まあでも、気にしねえかな、どっちでもいいかなって気がします。どこで勉強するのが好きですか？喫茶店ですね。全然人のいない喫茶店とかが好きです。家は嫌いです。分離の選択に迷ってます。私は理系に進みたいと思ってるんですが、定数的には全体的に文系評価が高い傾向にあります。どっちを選んだら、またはどういう基準で選んだらいいでしょうか？理系を選んだ方がいいと思います。理点するのは難しいんですけど、分点するのは簡単なので。分離の選択で迷う場合、将来とかの、ね、要素じゃないですもんね。文系の学部に進む方っていうのは基本的に理系に行けなかった人が行くので、はい、最初は理系を選んだ方がいいと思います。最初からその先が見えてるんだったらこういう質問は来ないと思うので、基本的には理系に
行けなかった人が文系になってると思って、少なくとも学部選びではそう考えて差し支えないんじゃないでしょうか。カズレーザーさん、こんにちは。私は性欲がある方で週4が当たり前の生活を10年近く過ごしてました。しかしここ最近どうしても性欲が湧かず、月2ほどの性欲になってしまいました。仕事で精神的に落ち込んだり、寒さで性欲がないのかもしれませんが、これって病気かなと本気で心配してます。見解をお聞かせください。週4が当たり前が金払ってるのかとか、パートナーとのことなのかで全然違うと思いますね。ただ10年経ったんだから、それは衰えるだろうと思います。それが老化というものです。息子が全く実家に帰ってません。カズさんは実家に帰る機会ありますか？私もね、全然実家帰んないんですよ。実家が近いとね、全然帰る気にならなくなっちゃうんですけど、もちろん会いたいと親御さんだったら思うと思うんですが、多めに見てやってください。若者はね、目の前の娯楽にどうしても飛びついてしまうんです。許してやってください。少なくともあなたのことを、親御さんのことを忘れてるわけじゃないので。悲しいことから立ち直るためにはどうしたらいいでしょうか？レゴとか作るといいと思いますけどね。悲しいこと、身内の死とか、取り返しがつかない、もうリカバリできないような、本当に取り返しがつかないことから立ち直るのはまあ難しいと思うんですけど、人間ってそこまで複雑じゃないと僕思ってるので、意外とどうでもいいことに熱中するとその瞬間はやっぱり忘れられると思うので、それが映画であったり漫画であったり音楽であったり、いろいろあると思うんですけど、そういうものは意外と試してらっしゃると思うので、まだ試してない単純作業をやってみると意外と心はリフレッシュできますね。心理的な疲労は肉体的疲労に移行させることは、移すことはできるんですけど、それ逆は難しいんですよね。だから心が疲れてるときは体めちゃくちゃ疲れさせると、そっち側に意識がある程度移行して、でもこの肉体的な疲労は寝たりしたら回復できるじゃないですか。それを繰り返すのは結構ありだと思いますね。いや、科学的エビデンスはそんなないんですけど、でも経験則としてそれをやっぱやってる人が多いので参考になるんじゃないかな。相手に期待しない考え方とイライラしないコツを教えてください。期待するっていうのは、自分からある程度のことをやってるんだから、これぐらいは返してほしいっていうギブアンドテイクの関係を求めてるときに期待してしまうんです。そんでそれがギブが、なんかこっちのギブに対してテイクが少ねえなってなるとイライラしてしまうので、最初から何も与えなければそんなにイライラしないと思います。よく人からあなたのダメなところは真面目すぎるところだと言われます。真面目すぎるのはいけないことなのでしょうか？いや、真面目な方がいいと思います。真面目すぎるところが良くないっていう人がただ不真面目なだけなんで、こういう時って往々にして真面目すぎるなんてことないですね。真面目なことで迷惑を与えることってあんまりないので、融通が効かないとか、その別の言葉を真面目すぎるって言い換えてるんだとしたら、その一度反省してみてもいいと思いますけど、本当に真面目なんだとしたらそれは悪いことではないです。最近ハマれるものがなくて困っています。だらだらと人生を過ごすのも好きなのですが、何か一つのものに熱中したいです。おすすめのものはありますか？ルービックキューブとか、ああいうのでもダメなんですかね。だらだら人生過ごすのも好きなのにハマりたいんだ。あ、許される限り昨日と全く同じ生活を続けてみたらどうですかね。そしたらその生活にハマれるのかな。ちょっと試してほしいですね。ストレスなく生きていくための最善策を教えてください。この人のストレッサーが何なのか分かんないんですけど、情報を遮断するのはやっぱ大概のストレスを削ってくれますね。自己肯定感が低く、彼氏に好きと言われたり、友達に可愛いなどと言われてもどこか疑って信じきれません。自己肯定感が高ければ生きやすくなるだろうと思い、いろいろ試してますが、どうにも自分に自信がつきません。カズレーザーさんなりの自分の自信のつけ方、教えていただければ嬉しいです。僕も自己肯定感はむちゃくちゃ低い方だと思います。人の言うこと基本的に信用できないです。でも他の信用できるものがあればいいんじゃないですかね。それがまあお金であったりとか、まあ、彼氏がいるってなったら彼氏をめちゃくちゃ信じる、まあ、依存になっちゃうんですけど、それでもいいと思います。あ、自己肯定感かなくても僕はいいと思いますけどね。別の方法で生きやすい方法を見つけた方がいいんじゃないのかなと思います。幸せじゃないかどうかを自己肯定感って言葉でみんな勝手にくくりすぎだと思いますね。自己肯定感が高くて幸せって言ってる人は往々にして収入も高いので、そっちの方が重要だと思います。地頭が悪いんですが、改善方法はありますか？地頭って言葉を使うと頭が悪く見えるので使わない方がいいと思います。地頭って概念はあんまり確立されたものじゃないので、知識一辺倒の対義語として使われるんですけど、その地頭の良し悪しを測る
なんか方法、尺度自体が結局決まってるので、それも結局知識と一緒なので、あんまり気にしなくていいと思います。それはひらめきとかも一緒で、最初から解き方、方法が決まってるひらめきなんて、ひらめきでも何でもないので、それはただ今までやってきたことの慣れとかでしかないので、あんまり地頭って言葉は使わない方がいいですよ。20代女性です。周りの同級生がカフェ行ったり、いろいろ出かけておしゃれで、私だけ置いていかれている気持ちになってしまいます。どうしたら大人になれますか？文章つながってる？大人は別にカフェ行ったりおしゃれするものではないです。むしろ子供っぽいですけどね、その同級生の方が。どうしたら大人になりますかってどういうこと？同級生がカフェ行ったりおしゃれしてることを気にしなくなったら大人になったってことなんじゃないでしょうか。カフェ行ったりおしゃれしてることが進んでるってわけじゃないので、ただ時間の浪費の一種類でしかないので、はい、別にそこは大人とは関係ないと思います。一緒にいるとしんどいから距離を置くと、逆にずっとその人のことを考えてしまいます。一緒にいても離れてもどっちも苦しいです。身内です。自分の中の心の折り合いがどこにあるか分かりません。その人のことを考えたくないってことなんですかね。別のことを考えてたらいいってことなんですかね。まあ身内だから離れられないとかってことなのかな。身内、その人が迷惑を受けてるのかな。金を無心されるとかなんか分かんないけど、その人が社会的にあんまり一緒にいると自分の不利になるってあなたが思ってるとかどうなのか、ちょっと細かいことが書いてないんで分かんないんですけど、単純に心の中の折り合いをつけるってだけでいいんだったら別のことに集中すればいいと思うんで、今から全財産預金とか全部下ろしてきて現金にして、できれば、ね、かさばる千円札とかがいいんですけど、かさばるようにして毎日持ち運んでるとお金のことが心配になって他のことを考える余裕がなくなるんで、集中できていいと思いますよ。なんか一個のことだけね集中してると結構それはそれで幸せだったりするんで。学校で長崎に研修に行くので、後日レポート作りパワーポイントでみんなの前で発表するのですが、面白いテーマとかありますか？長崎に少しでも関係してれば何でも良いのですが。長崎といえばやはりさだまさしさんです。さだまさしさんの名曲についてパワーポイントで発表してみてください。あとは長崎の離島五島列島とかね、ああいうところの文化とかすごく面白そうですけど、でも研修に行く場所は決まってるんだから、もうその場所のテーマで発表するしかないんじゃないですかね。本当に何でもいいだったらやっぱりさだまさしさん、福山雅治さん、ジャパネットなど長崎のことについて発表したらいかがでしょうか。2000年代生まれの Z 世代です。いつまでも昭和の価値観で物事を判断したり、老害が多すぎてて嫌になります。MC もバラエティ番組の姿を見ると特に昭和の嫌な価値観を感じます。どうして令和の今でもこんな昭和の古臭い価値観は消えないのでしょうか。こんな嫌な価値観はなくなってアップデートされてほしいです。また Y 世代のカズレーザーさんは昭和の価値観についてどう思いますか。Z 世代とか Y 世代っていうのが上の人が勝手に作った枠組みなんですよ。本当に今の価値観にアップデートしてないったらこういう言葉は使わない方がいいですよ。古臭く見られます。もし Z 世代に当てはまってんだったら絶対 Z 世代なんてダサい言葉は使わないでください、はい、昭和だと思われます。そこだけ気をつけてほしいですね。10月で30歳になるんですが、未だに実家暮らしでこの周り同士の仲良く暮らし、婚期も遅れ、恋人はいないけど片思いしつつ韓国語の勉強をしながら仕事だけして年月が過ぎていくのかなと人生への焦りを感じています。一人暮らししたことがなくても自立していなくてもお嫁に行けるのでしょうか。マッチングアプリにいっぱい登録して片っ端からコンタクト取れば簡単にお嫁には行けると思います。自立してるしてないと結婚できるできないは関係ないですね。結婚ってただの制度なので。コメント能力ってどうやって鍛えてるんでしょうか。ちょっとこっちが聞きたいですね。俺はどっかで聞いたことをその場で言うだけですね。なるべく自分発信しないっていう責任を取りたくない。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか。一応今貯金中で、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが一人暮らしをしようかと考えています。まあ一人暮らしは別にしたら結構したらいいと思います。おすすめ、いや楽しいですよ一人暮らしは。周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、
でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。まあこれでね、私も意見言ってそれをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで、何言ってもあんまり伝わってはいないと思います、本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったら、それは多分辛いんじゃないですかね、この人は。気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、あ、人から頼られて嬉しいなって思えそうですけどね。若い子に嫉妬してしまいます。若い子や次の世代に自分の立場や人間関係を取られてしまうのではないかと恐れ嫉妬してしまいます。あー、なるほど。あー、はいはいはい。まあでもあなたもね、若い時に老いた人の立場を奪ってきたんだから、それはしょうがないんですけども。あー、でも同世代の芸人とかの話聞いてると、やっぱりね、第7世代に嫉妬してるっていう人は多いと思いますね。でもその人もね、上の世代から嫉妬されてるだろうし、逆に上の世代を嫉妬することもあるし、嫉妬するのはしょうがないんじゃないですか。自分より優れてる人が世の中にいるってことですからね。絶対人間は絶対にその時代遅れになるわけじゃないですか。そこは受け入れるしかないんじゃないですかね。ずっと一線を走ってるのは無理だと思いますし、一線走ってる人も走ってるふりをしてるか、若い人の目をうまく積んでるだけだと思うので、そんなにこればっかりはしょうがないです。やっぱ老兵は死なず、ただ消え去るのみなんてね、昔の人も言ってましたし、これはもう受け入れるしかないですね。もしくは不老不死を目指すしかないです。子供の時から年を取ることが嫌で、死ぬとどうなるかを考えるとすごく怖くなります。怖いですね。みんな少なからず恐怖心はあると思います。あります。毎日寝る時に怖くなったりしてしまいます。考えても答えが出ないことを毎日不安に思っているのがしんどいです。どうやってこの不安感をなくせばいいか、考えても未だに解決策は見つかりません、僕も見つかりません。なので寝る時、怖いことを考えなくても済むようにヘトヘトになってから寝ます。よく眠れます。世界史の暗記のコツは、コツってありますか。暗記ってコツってないと思うんですよね。もちろんあの効率のいい暗記方法とかっていうのはどんどんみんなが発見してくれてやったらいいと思うんですけど、その中で一番効率のいいものが自分に合うかどうかが分かんないっていうのが結局ネックじゃないですか。いろんな割合がいい方だったり、エビデンスがある方法をいろんな人が教えてくれるんですけど、その暗記方法が結局自分にフィットするかどうかがすごい重要なんですよね。今まで暗記方法は多分あって、今も暗記してると思うんですよ。でもそれより多分自分にフィットする暗記方法っていうのは世の中に必ずあるんですけど、それを探す手間の方が多分無駄だと思うので、今しんどい暗記方法でも、受験っていうゴールまでの間に新しい暗記方法を見つけるっていう無駄な時間を過ごしてフィットする。でもフィットしないままただ無意に時間を過ごすぐらいだったら、今の方法のままじわじわ伸ばした方がゴールまでの道筋の計算が立てやすいと思います。不効率だと思っても今の方法を続けた方が僕はいいんじゃないかなと思います。ただそれが全く覚えられないんだとしたら、1ヶ月ぐらい暗記の方法論書いてある本をざっと読み漁るのもいいかなと思います。兄の高圧的な態度にストレスを感じてしまいます。お互い社会人で実家暮らしです。昔から兄弟仲が悪く口も聞きません。兄は私に気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げてきます。私も言いたいことを言おうと思うのですが、目に見えない圧と思っていることを言葉にするのが苦手で何も言えません。兄のことがいくら家族とはいえ害としか捉えられません。こんな兄どう向き合ったらいいですか。まあ読む限り多分害なんでしょうね。実家暮らしなんだ。実家から出れませんか。出た方がいいと思います。家族に尽くす必要ってそんなにないと思うので出た方がいいと思いますよ。気に食わないことがあると物に当たったり声を張り上げたりする。お互い社会人で、社会人なのにこんなことする人ってやっぱ世間的には結構需要があるんですよ。 YouTube でね、定期的になんか電車の中で大きな声を上げて暴れてる人の動画ってバズったりするじゃないですか、ショート動画で。みんな怖いもの見たさで見たいんですよ、ああいうの。なので今のうちにこのお兄さんが物に当たってるとこいっぱい動画アーカイブしといてください。で実家出て、もしかしたらあなたが一人で暮らす際の、収入的な手助けになるかもしれないので動画撮っといてもいいんじゃないでしょうか。初対面の人と仲良くなる時のコツ的なのはありますか。これは本当に仲良くしてくださいっていうのが超いいと思います。初対面なんですけどなんか仲良くしたいですって言うとはっきりノーって言いづらいんで、ちょっと仲良くしてくれます。スマホを見すぎてしまうんですけどやめたいです。どうしたらいいでしょうか。解約しなさい上司への不満、ちゃんとなんか墨付き括弧でこう書いて、職場の上司が仕事をしません。
上司の分まで我々部下と同僚が夜遅くまで仕事をしていることに納得ができません。気にしなければいいと言われますが、毎日その姿を見るのに気にならないわけがないのです。はあ、いや気にしなければいいっていうアドバイスはこの場合全然関係ないですもんね。それは気になるでしょう。この上司はそんな仕事しないのに上司にいるんですもんね。コネ入社なのか、なんかその全然違う要因があるか分かんないですけど、仕事をしないのに上の立場に立てるっていうのはめちゃくちゃ学ぶべきことだと俺は思いますね。こんな楽なことってないじゃないですか。これを書き込んでくれた方とか他の方がその分の埋め合わせをしてるわけじゃないですか。人の上に立つと多分そういうことだと思うんですよ。自分がやらない分を周りに投げる能力に長けてる人が多分指導者になるんですよ。上司とかになるんですよ。能力、今仕事をしてる実務能力とは違う能力だったりするので、気にしなければいいというか、この上司から学ぶことはもしかしたら多いかもしれないですね。嫌なやつだと思いますけど、チームの中のリーダーって意味では失格だと思うんですよ、不満が生まれてる以上は。でも別にこの上司がこのポジションをずっと維持することにだけ不信してると仮定すれば、この上司は大成功ですよね。しかも結果としてこの方も気にしなければいいのかなみたいな、その目を背けるっていう判断をされよう、しようとしてるじゃないですか。下克上する目も積んでるっていう意味では、この人は自分を守る術、この上司はマネジメントがめちゃめちゃうまい気がしますね。どうされますか。僕ならカズさんならどうされますか。僕はもちろんこの仕事辞めます。こういう職場が成立してる職場はやっぱ不健全なので辞めると思うんですけど、まあでもどっかのどの会社に行ってもこういう人はいると思うし、こういう人は意外と仕事を失わないんですよね。だって自分の時間があるからスキルをめちゃくちゃ高めることができるんで、結果ヘッドハンティングされていろんな会社うまく渡ってる人ってこういう上司なのかもしれないですね。嫌なやつなんですけど、嫌なやつかいいやつかと年収を上げる上げないって全然違う要素だったりするので、不満かもしれないですけど、めちゃくちゃ不満だと思うんですけど、この上司はなんか参考にすべき点は俺は多いと思います。嫌なやつです。多分俺もう会ったことないけど分かります。この方が思う通り絶対に嫌なやつです、この上司は。でも歴史の人物もそうじゃないですか。嫌なやつだけど成功談としてみんな聞いてるじゃないですか。みんなどうしようもないやつです、歴史の人物なんて。人殺しまくってるし狂ったやつばっかなんですけど、でもそこから学ぶことは多いわけで、それとすごいスケールの小さい版なのかもしれないです。ただこいつのやり口を参考にして転職を成功させるのが俺はいいと思いますね。この上司を追い出しても、このコメント書かれた方はこの上司ほど多分心が嫌なやつじゃないから、同じような上司になれないと思うんですよ。この会社の仕組み上こういう嫌なやつしか多分上司になれないって形なんで、この会社ではこういうこのコメント書き込んでくれたような心の澄んでる方は出世しづらいんじゃないかなと推測できるので、もっと健全な会社、実力を正当評価している会社に転職するか、この上司のこの技術を盗むかの二択かなと思いますね。まあでもね、一言だから言いますけど、転職した方がいいですよ。あんまいい会社じゃないんじゃないかな。すいませんね、悪く言って。でもちょっとパッと言って目についたんで、はい、仕事でやらないやつが出世するってどこの世界もそうなんですけど、本当にどこの世界もそうなんですけど、でも成功者って大抵仕事してないですからね。努力はするけど仕事はしないんでね、まあ、すごい縮図を見た気がしますね。仕事で周りの方に地頭もいいしよくやってくれると褒めていただきますが、自分では本当にそう思ってないし気持ちよく受け止めることができません。自己肯定感が低いのが悩みです。どうしたら自分に肯定的になるでしょうか。地頭がいいって言われてるってことは多分それはもう何でもない言葉なので、今日いい天気ですねぐらいの言葉なので、そんなに褒められてないと思います。そんなか肯定感を高める必要もないんじゃないでしょうか。有名企業に入れば稼げますか。世界中の人が共通的に思う有名企業に入れば稼げると思います。 GAFA であったり、なんだ、中国の方のありますよね、4つ、テンセントとか、そういうところに入れれば稼げるって言えると思います。ただそういうところの人は意外と稼げるっていう感覚なくて、すぐに転職しちゃったりキャリアアップを目指してるので、あんま稼げるかどうかっていうのは気にしないと思います、ね、ただ就職ランキングとかで人気の有名企業っていうジャンルではあんまり稼ぐのは難しいと思います。日本って所得税高いのないですか。確定申告するために悩みます。まあ高いですよね、そら。いや4割以上持ってかれるわけで、でもその高く感じるぐらい所得があるんだったら、
それはもう海外移住考えた方がトータルで得だと思いますよ。子供ができて夫と仲良しでいられる方法を教えてください。え、なんかもう破綻しそうな匂いがすげえしますけど、一回話し合うのがいいんじゃないでしょうか。気になる人が2人います。どちらか1人に決めるべきですか。日本は重婚が認められてないんで、結婚するってなったらどっちかに決めた方がいいと思いますね。それ以外の時は別に、そんな決めなくてもいいと思いますよ。小学5年と3年の子を持つ親です。下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識があります。そんなので国語も苦手で文章題の問題なども理解するのが難しいようです。ああ、なるほど。文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますね。ラジオとか聞くのはどうなんですかね。しんどくないのかな。読み聞かせとかも苦手なのかな。そもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので、優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをされた時に引いてしまい何も言えないことが多々あります。特に職場ではそう言われると困ります、何々だから何々だと思いますが、などと言えるようになりたいです。なぜかはわからないのですが、まれに言える時もあります。言えないままでいると相手が調子に乗るのが多いので言えるようにしたいです。高圧的な人、明らかに理不尽な発言などをする人っていうのは話が通じない人なんで、そういう人にこういう口答えはしない方がいいと思います。どうにもなんない人はいますからね。言えないままで調子に乗るのが多いので言えるようになりたい。いや、もう高圧的な人ってのはもう調子に乗りたい人なんで、正論で注意しても多分聞かないんですよ。でそういう人が排除されない会社の構造になってるんでしょうから、いや口答えしない方がいいと思いますね。上司に言われた通りにやっているのに怒られたり、なんでそんなことしてるのと言われたことが何回もあります。指示をされてしたことについてこのように言われイラッとしてしまったのですが、どのように考えると良いでしょうか。コスワード言葉、指示代名詞がめちゃめちゃ多いです。ちょっと文章が読みづらいです。こういうところじゃないですかね。これがなんか怒られる原因なんじゃないかなって今思いましたね。言われた通りやってる分には多分ね、怒られないと思うので。究極に疲れてると自分の履いているパンツを脱いでクンクンしてしまいます。なんか落ち着くんですよね。なんでなんでしょうね。私のカエルも好きみたいで、丸めて投げてあげるとおもちゃにして遊んでいます。むっちゃわかるわ。なんですかね、自分の中の臭い匂いってなんかむちゃくちゃ魅力的に思いますよね。そんなに不思議なことじゃないんじゃないですかね。異性を外見でしか好きになれません。いいんじゃないですかね。内面と外見でその 50% が基本的に外見なんで、 50% を好きになれればまあいいと思います。カズレーザーさんはテレビや YouTube などさまざまなメディアで活躍していますが、してないんですけどね。芸能界に限らずさまざまな業界で有名になって、その業界の第一線で活躍できる人とそうでない、普通に就職して普通に働いて人生を終える人の違いは何だと思いますか。普通に就職して普通に働いて人生を終えることができる人が立派なだけで、普通じゃない人っていうのは普通じゃないことやってたまたま成立してるだけです。ものを考えて生きてるのは普通の人です。自分の意見でいいなら、私は一回しかない人生なんで、そんなに頑張りたくないっていうのがあるんですよね。なんで頑張ってなかったらなんかこういう生活ができるようになりました。たまたまです。それは普通の人の方が偉いです。留年についての価値観が聞きたいです。将来をどれぐらい考えてるかなんですけど、いい会社入って定年まで、まあまあもちろん会社は変わったり転職はしたりすると思うんですけど、社会人のイメージが会社勤めの人、会社人だとしたら留年はあんましない方がいいと思います。日本の昔からの社会制度とか会社の仕組みですよ、その年功序列制度で考えると、年収ってのは基本的には上に上がっていくようなグラフを書くじゃないですか。で一番高くなった時に退職するんですよ。ここが留年することで1年入社が遅れるとちょっと前で退職するんですよね。一番高い地点がどんどん前に来ちゃうんで、早めに会社に入った方がいいです。これはもう昔からの日本の会社の価値観ですけどね。ただ今おいくつなんだろうな。ちゃんと転職とかいっぱいできる社会になるかもしれないし、そういう働き方目指した方がいいと思うんで、そんなに留年気にしなくてもいいと思いますね。ここのは我々が就職するときにみんな考えてた意見なんで、もうだいぶ古い考え方だと思います。留年気にしなくていいんじゃないですかね。無駄な留年はしない方がいいですよ。お金かかるから。遊んでて留年するやつはもう大学辞めた方がいいですからね。そういうんじゃないなら留年は別にしても気にしなくていいと思います。
ただその試験に落ちちゃったとかそういう留年はやっぱ勉強が足りてないんで、それは避けた方がいいと思いますね。学校のテストとかで1位になろうとして努力したのですが、上位にも入ることができませんでした。うわ、ご愁傷さんです。次のテストへのいい切り替え方があれば教えてください。パソコンを閉じて今すぐ勉強することがテストで結果を出す一番いい方法です。短時間の睡眠で睡眠の質を上げる方法を教えてください。長い時間寝ていても夜中に起きてしまう時があります。いや俺もうこれ俺が知りたいぐらいです。俺もう本当10時間ぐらい寝ないとダメなんで、だから長く寝るもんだと思って生きてますね。で長く寝てもいいような生活ができるように目標に生きてます。その方がなんか余計なこと考えるより楽なので。悪魔のような分身にいつも俯瞰で見られている気がします。この感情どう扱ったら。寝てください、ちょっと疲れてるんじゃないのかな。仕事の分野の勉強をしなければならないとは思いつつ全く勉強する気になりません。もう終わってるじゃないかよ、そこで結論が出たじゃない。現在は一緒に仕事をする上司が全責任を持っているので、自分が知識不足でも職場は回りますが、いずれ自分が責任者として動かなければならない時が来るため、勉強が必須なことは頭の中には入っています。勉強が身に入るようにするためにはどうしたらいいでしょうか。じゃ勉強したくないんだったら勉強しないでいいじゃないですか。ただまあ先細りにはなってるけど、いやこっから今から勉強してしんどい思いするんだったら、合計としては幸せかなって思えるんだったら勉強しなくてもいいんじゃないでしょうか。必要でやってる分にはまあ少なからず身についてきますからね。私は医療従事者です。患者さんの話を聞いていると我がことのように感じてしまうことが増え、自分が同じ病気になる想像をしてしまい精神的に参っています。そういうことあるんですね。こういったタイプは医療従事者に向かないのでしょうか。わかりません。続けたいなら続けた方がいいと思いますけど、でも向いてないって思ったところですぐに辞められるわけじゃないんですもんね。そこはまだ折り合いつけてください。進学後に部活と勉強を両立させたいです。勉強が好きになる方法などありますか。部活と勉強を両立させたいですっていう文章で部活が先に来てるってことは部活の方が好きなんでしょうかね。で勉強が好きになる方法ありますか。好きじゃないんですよね現在。好きじゃないものを無理やり好きになる方法ってのはなかなかないと思います。まあ勉強、試験勉強がうまくはまって点数が伸びるとか、そういうなんか分かりやすい旨味が見つからないとなかなか好きにはなれないと思います。まあ今部活の方が好きなんで部活一生懸命やっていくのでいいんじゃないですかね。好きになんなくても伸ばす方法を見つけるのが一番いいですね。将来を見据えて、あこの部活続けても将来あんま役に立たないなって大人になるっていう方法もあります、ね、片方好きなものがあるともう一個好きになるのって難しいので、人間そんなに器用じゃないので複数を好きになるのってのはなかなか人生経験豊富な大人じゃないとできないので、部活を嫌いになってその分勉強を好きになる、もしくは勉強が嫌いでも成績が伸びる方法を見つけるのどっちかじゃないかなと思います。21歳です。私は人前で喋るとなると緊張しすぎてうまく喋れないんですが、人前でも緊張せずに話せる方法ってありますか。みんなに見られてると思うと余計緊張します。学生の時から苦手で発表する授業とかが嫌いでした。今は社会人です。なるほど。発表する前にどれぐらい練習してますかね。人前で喋るの得意不得意って本当に練習量で何とでもなるもんなんですよ。心打つプレゼンなんてする必要なくて、持ってきた情報をちゃんと伝えればいいんですよ。発表なんてもんはテントやるわけじゃないですもんね。人に見られてもね、まあ多分自転車乗れるじゃないですか。でも一輪車ってこける可能性あるじゃないですか。乗り慣れてないからの違いであって、プレゼン内容を本当に1000回ぐらい練習すれば誰でもそれっぽいプレゼンできるようになります。自分の能力が緊張によって1割しか発揮できなかったとしても1割でちゃんと伝えることができればいいだけなんで、はい、そもそも練習量が足りてない人が多いです。今就活中です。現在内定ゼロです。小さい頃から一般家庭に育ったら高校大学通って正社員として社会人にならなければいけないという考えが自分にあってすごくプレッシャーなのですが、カズレーザーさんは正社員にならなければならないと思いますか。またフリーターをどう思いますか。どっちもお金をもらってる、働いてお金をもらってる人たちだと思います。どっちだからっていうのは全然ないです。ただ、その会社の中の立場が違うとは思います。福利厚生であったりとか全然差はあったりするものだと思います。内定ないのは大変ですね。でも正社員、この質問するとかやっぱ正社員になりたいってことなんですね。フリーターよりは正社員の方がいいだろうなって思ってそうなので、いやご分を祈っております。希望の会社で正社員になれたらいいな、いいんでしょうね。でもフリーターをどうこうは全く何とも思いません。
春から一人暮らしも始めたのですが、部屋の掃除が苦手です。こめに片付けなきゃいけないことは分かってるけど働けないです。面倒だなってことに取り組むことのモチベーションどうしてますか。面倒なことはしないです。掃除なんかしなくたって死にはしないんだから、お部屋になるまでなんかもうね、ゴミ屋敷になるまではしなくてもいいんじゃないかなと思います。でもうゴミ屋敷になる前に引っ越す、それでいいんじゃないでしょうか。人から怒られるのが怖くて仕事を辞めてから未だに社会に出ることができていません。弱い自分でも怒られて上手にメンタルをコントロールする方法などございましたらご教示いただきたいです。メンタルをコントロールする方法ってのはないと思います。怒られるのが怖いのはね、全員そうですけど、怒られないようにするしかないです。今年で社会人3年目です。大学中退して地元で就職しました。大学卒業の方が給与がいいのは分かります。でも学生時代のバイトや今の仕事で学歴はもはや関係ないと思ってしまいました。カズさんは学歴、仕事ができるか、人間性でどれが一番大事だと思いますか。自分でおっしゃってるじゃないですか、大卒の方が給与がいい、そこが学歴っていうことです。学歴は一個 の記号であって自分っていう、 もう相対を形作るステータスの一個であって、それがあるかないか、背が高い低いとか足が速い遅いとか、なんか美人かそうじゃないかとか、息が臭いか臭くないかとか、本当にどうでもいい要素の一個でしかないんですよ。でもどうでもいい要素がいっぱい集まって人間になってるので、はい、人間性の中に学歴もしかしたら含まれるのかもしれません。で仕事ができるかどうかで評価してほしいんだったら、それで評価される仕事を選ぶしかないです。関係ないことはないと思いますね。大学時代にこれやっとけばよかった、これやっといてよかったと思うことはありますか。やっといてよかったって思うことは、今はあんまないかな。あ、でも、そうですね、汚い部屋で暮らすっていうのは自分の経済的な生活環境を、ね、上昇させたいっていう気持ちを削ぐっていう意味では、まあ、やっといてよかったかもしれないですね。やっとけばよかったは、別の大学に入ればよかったと思いますね。現在無職です。親には専門家大学には行きなさいって言われてて、私もどっかには入らないといけないなとは思っているんですが、現実的にできることでやりたいことが何もなく、毎日絵と YouTube しかやってないです。もともとは声優を目指してはいたのですが、親に絶対になるなって否定されてから何も見つからないです。ここから先が何も見えなくて不安です。どうすればいいでしょうか。毎日絵やってんだったら絵で食えばいいんじゃないですか。副業的に今絵はお金に変わりやすいと思います。さっき AI の話が出てきてクリエイターの価値が見直される時期になってると思うんですけど、でも実際に絵を描けるっていうのは一個の能力なの で絵が描けた方が AI にどういう指示を出したらいいかとかはやっぱ学びやすいと思うので、すごい潰しが効く能力です。頭の中の理想像を二次元に起こすというのはやっぱすごい能力なので、絵を描き続けたらいいと思います。あとは絵と YouTube やってるんだったら、ね、おじいちゃん先生じゃないけど絵を教える YouTube どうですか。もっと初心者向けのこと教えてほしいんですよね。すげえスキル見せるのもありなんですけど、投資系のビジネス系の、ね、YouTuber とかもそうなんですけど、めっちゃ儲かってる話か誰でもできる入り口の話がやっぱ需要はあると思うので、そこそこの人のそこそこの話ってやっぱ一番ね、その人の人間的な魅力でしか勝負できなくなっちゃうので、やっぱすっごく入り口なところをやったらどうでしょうかね。まあでもそれでも収益化するのはなかなか大変だと思うんですけど、何も やることないとそれがいいと思います。子育てするならこれだけは子供に伝えておきたいことって何かありますか。ちゃんとおしゃれを磨いた方がいいって教えますね。これ何も知らないままここまで来ちゃったんで、なんかおしゃれ分かってると多分相当人生楽しいっぽいんですよね。それを早めにやっぱ磨いておいた方がいいんでしょうね。理科の勉強方法を教えてください。理科っていうジャンルでいいんですかね。まだ生物とか化学とか物理とかまで行ってない、いわゆる理科っていうジャンルで言うなら、本当にただの暗記科目なので、昔ながらの一問一答的なやつで十分いいと思いますね。本当計算部分は月並みながら生理食塩水の濃度ぐらいしかないので、それがいいと思います。私はすぐに泣く癖があり、怒りがこみ上げてくると涙が出てきます。人に怒られても泣きたいわけでもないので、勝手に涙がこみ上げて泣いてしまいますし、人に対して腹が立つことや理不尽な目にあった
時など怒りとともにどうにもできない無力感でどうしたらいいのか分からず泣くしかできません。この感情の起伏に疲れてしまいます。どうしたら泣かずに済むのか、こんな自分とどうやってうまく付き合っていけばいいのでしょうか。なるほど。まず人に怒られないようにするべきですね。そうなると怒られなければ多分泣かないはずですし、で人に腹が立つ状況にならなければ多分泣かないわけですよね。多分泣く癖があるわけじゃなくて感情が動くことが多い現状に問題があるんじゃないですか、ね、もっとフラットに過ごせる場所に行くか、フラットに過ごせる働き方をするべきじゃないでしょうか。働いている職場なのか分かりませんけど、それがでも怒られるってことは自分より上の立場の人がいるってことだと思うので、怒られない術を身につけた方がいいんじゃないですかね。この人がいい悪いじゃなくて怒られることには原因があるんですよ。多分その上の立場の人から見て間違ってることをやってると怒られちゃうわけなんですよね。自分この人が世間的には正しいことをやってたとしても、その狭いコミュニティ上の人とこの人っていう上下関係がある一対一の場では上の人の方が正しいことが往々にしてあるんですよ。でそれはそれとして、納得するしかないと思いますね。じゃないとずっと怒られちゃいます。自分では間違ってると思ってるけど怒られたくないから間違ってる手段を選ぶっていうのは、まあ、しょうがないと思うんですよ。泣きたくないじゃないですか、怒られたくないし。でもそれが不健全だなと思うならその関係性を解消する、つまりその怒ってくる人から離れるしかないですね。まあでも泣いてもいいんじゃないですかね。あんまりそんなあの人泣いてるなと思うぐらいで別にそんな気にしなんないと思いますけどね、まあ、多少軽い後ろ指は刺されるのかもしれませんけど、あいつすぐ泣くなって言えるかもしれませんけど、まあ、そういう人なんでしょうがないですよね。他のところで結果出せば別に平気だと思いますね。すげえ泣くけど仕事できるなら問題ない気がしますね。明日は晴れますか。晴れてる場所はあると思いますよ。地球ってことですもんね。多分どっか晴れてますよ。高校1年生です。大学は旧帝大以上に行きたいと思っています。そのためのアドバイスを教えていただきたいです。旧帝大ならどこでもいいんだったら比較的相対的な偏差値が低くて倍率の低い学部を選んでください。あんまりそういう理由だけで選ぶのはお勧めしないですけど、まだ高1なんだから、ね、東大なり海外の大学なりいくらでも行けるんだから、あんまり夢は低く持たない方がいいと思います。モラハラ夫は不潔で臭いです。早く別れたら自室は抜け毛やほこりであふれ、年中カビ臭さとホームレスような強烈な匂いが隙間から流れ出て廊下や階段も臭いです。別れたら寝具や部屋着を洗濯したり干したりすると怒られる生活が何年も続き、精神的に耐えられず辞めたらこうなってしまいました。夏はダニスプレーみたいなものを頻繁に大量に噴射しているようでケミカル臭もプラスされます。小さな子供がおり辞めてと言っても週に1回ほど部屋に入れて30分ほど過ごします。子供はその度にくしゃみをしながら出てきて虫刺されもひどいのです。何を言っても怒られるか無視をされます。でも離婚してお金に困る生活が嫌です。とんでもねえな。夫は仕事か遊びに行くか寝ているので関わることはほぼなく、幼稚園などの諸々のお金を払わないことが多いので指摘するときに私が逆切れされるくらいです。いや、お金に困る生活が嫌だとしても離婚した方がいいんじゃないでしょうか。まあでも離婚するとね、多分こういう人は慰謝料とか払ってくれないと思うのでその覚悟はあると思うんですけど、耐えられないんじゃないですか。その生活続けるよりはって僕は思いますね。不潔で臭いのが治ればどうにか我慢していける気がしているので、同じぐらいあなたも不潔になったらどうでしょう。嫌になるんじゃないですか。まあでもちょっと変わんないと思いますけどね。そういう男性ってもう別にそういう生活がしたくてしてるんじゃなくて、もうその生活を変えないことにプライドをただ持ってるだけなので変わんないと思うな、うん、ウィンウィンな関係になれるといいとよく言いますが、新入社員でも上司や取引先に与えられるウィンって何でしょう。営業成績だと思います。業績じゃないかな。姉が金を返してくれません。服を買ったりしてるなら先に返済してほしいです。おっしゃる通りですね。本当もうその通りですね。自発的にアクションを起こしてほしいのですが、毎回我慢切れでこちらが催促しています。いい方法はありますか。民事裁判ですね。身内だとしてもやっぱり法に照らし合わせるのが一番大事です。お金はかかっちゃうんですけどね、その分それ自体裁判するっていう
のはむちゃくちゃ労力かかるんですけど、なかなかできることじゃないので、相当夢中になれると思うので、服買うぐらいなら金返せっつって、その朝廷申し入れるっていうのはすごい、俺はなかなかないエピソードだと思うんですよ。すごく魅力的だと思います。俺だったらそれやってみたいですね。めちゃくちゃいいな、面白そう。裁判にはなりようがないですけどね、いくら貸したか分からないですけど、貸した金以上に費用はかかるんですけど、それ以上に楽しい経験はできると思いますね。最近笑ってないので大喜利アプリやボケるアプリを使い始めました。最初は楽しかったのですが、自分の渾身のボケにいいねがついたかどうかの方が気になって、今や全く笑えません。他人からの評価に振り回されず人生を楽しむ方法はありますか？その最近出たアプリっていうのをアンインストールするのがいいと思います。そうするとそのアプリのいいねの分からは、振り回されずに済むと思います。あれ大喜利アプリボケてとかってさ、見てるだけで笑えるから別に投稿しなくてもよくないですか？笑いたいってことですもんね。だから投稿をやめるのがいいんじゃないですか。直感的にこの人苦手なと思う人って相手も同じことを思ってるなと思います。こういう人とはどのように関わればいいですか？いや苦手なんだから関わらなくていいじゃないですか。相手も苦手なんでしょ。なんでそんなマイナスマイナスの関係でよし関わっていこうって思うのか。距離取ろうでしょ普通に考えれば。怒らない秘訣を教えてください。怒らないことですね。それ以外にはないですよね。これっていや本当になんかどうすればどうなるみたいな、多分まあ怒らないってスイッチを入れる方法を身につけた方がいいと思うんですよ。もうひたすら怒らないを1週間続けたら怒らなくなります。このジャンルには怒らないっていうのを決めたら多分怒らなくはなるんですよ。俺はそうしてますね。ただ子育てしていてイライラしてしまうというのはやっぱこれまた別の問題なんでね、イライラをやっぱ解消してくれる信頼できる人を見つけるしかないですよね。私には結婚を見据えて同棲している彼氏がいます。今彼は今公務員ですか。7年間受験してきた医学部を今年も受験すると言われました。私には仕事を続けつつも子供を産みたいという夢があり不安です。はあ、なるほど。へえ、大事な人の夢を応援すべきですか、自分の夢を叶えるために別の方法を取るべきでしょうか。自分の夢を叶えた方がいいと思います。他人の夢のために自分の人生左右されるのは僕は嫌ですね。自分の夢を叶える方が多分幸せだと感じれるんじゃないでしょうか。なんかその方のね、その今の彼氏の子供が産みたいっていうのが夢だとしたら仕方ないとは思いますけど、多分そうなんねんじゃないかな。週1で4コマ漫画をイラストサイトにアップして1年が経過しました。へえ。ネタが枯渇してきたのでネタを探してます。カズレーザーさんは日頃、あ、これクイズになりそうみたいな発見はどうやって見つけてるのでしょうか、とても気になります。いや、まあひたすらメモってるだけですね。ネタを探してます。いや、ネタが枯渇したならやめたらいいのに。週1で本当の趣味なんだったらもう休んだらいいんじゃないですかね。でも1回休むと多分もうね、二度とやらなくなっちゃったりするので、まあでも無理やりでも探そうっていうのはすごいですね。恋愛関係で満たされたことがなく、とにかく満たされたい一心で恋愛ファーストの生き方になってしまい、そんな自分が好きになれません。どうしたらいいですか。恋愛だけで人間は満たされないので、恋愛ファーストってそんな生き方だと思います。他にも人生ってものを埋めるものはいっぱいあります。そうですね、まあ、恋愛ドラマとか恋愛漫画、恋愛映画、恋愛作品っていうのは世の中にいっぱいあるんですけど、人間はそんな恋愛だけに夢中になるほど暇じゃないです。他に満たすものいっぱいあるので、恋愛はもう20番手ぐらいに置いてもいいと思いますよ。あ、なんか行きたい学部があるけど親御さんからはなんか名前が知れてるところに行ってほしいと。いや、なるほど。うわー、でもそれは無視していいんじゃないですかね。ただお金出してもらうならしょうがないと思いますけど、行きたい学部があるなら1年ぐらいバイトしてお金貯めるのがいいと思いますけど、自分で1年バイトするの結構おすすめですけどね。それでもやる気が途切れないんだったらやっぱ親も説得しやすいと思うし、そこまで反対しないと思うんですけど、1年なんか必要な資金稼ぐのでハートが折れるようだったら、多分冷める熱だったらやっぱ行かなくてよかったなって判断もできると思うので。カズレーザーさん的必読書ありますでしょうか。できれば小説ジャンルで押していただきたいです。大半の小説って娯楽なんで必読ってことはないと思います。このゲームやんないなんて人生半分損してるよみたいなのと同じことなんで、しかも小説やっぱ好き嫌いが多いので必読の本ってなかなかないですね。
教養として昔から名著って言われているものを読んどいて、ああ大したことねえなって思うのはいいかもしれませんね。爪を噛む癖がやめられません。爪用の苦い薬や あれやってもダメなんだ。手袋なども試してもダメでした。ダメなんだ。そう、じゃあもうしょうがないんじゃないですか。爪噛む人だと思って周りも接してくれると思いますよ。まあそれを嫌がる人はいますけど、気にしない人も全然いるんでね。なるべく二次元の世界に近づくためにはどうしたらいいですか。二次元の世界みんな好きっすね。今のね、思考パターンとか脳みそが三次元の中で成立してるんで、二次元の世界に持ってことは絶対無理なんで、もう腹くくって真っ平らになってみるしかないんじゃないですか。それぐらいのことを言ってると思ってますよ。就活が本格的に始まり、コミュ力経験値スキルが他者より劣っていることが気になって仕方ありません。インターンに行く先々で同い年の就活生と比較し傷ついてしまいます。人と比較しすぎず自分のレベルアップに集中するにはどうすればよいでしょうか。劣ってる能力を高めるのがいいんじゃないでしょうか。でもそれをね、どこが劣ってるかは人と比較しないと分かんないと思うので、劣ってるのはしょうがないじゃないですか。経験値が他者より劣ってるってことはもう経験してないんだから、それはもう自分のせいなんですから、劣っててもしょうがないです。で、優秀な人から結果出していくっていうのは世の中なので、そこはもうそういうもんだと思ってください。就活生ってことはまあ多分大学生だと思うんですけど、受験がそうだったわけじゃないですか。大概のことは他の人と同じレベルまでは高められると思います。頑張ってください。カズレーザーさん、こんにちは。カズレーザーさんのこの人いいなと思うポイントを教えていただきたいです。私は自分の趣味を生き生きと楽しんでいる方や自分とは違った感性を持っている人にいいなと憧れます。僕はですね、口数が少なくてでも金払いのいい大人が好きです。自分の話をあんましないのに最後おごってくれる、そういう人が一番いいですね。 iPad Pro 買いたいのでぜひお金ください。あげようかな。何に使うんだろう。めっちゃ面白いことに使ってくるんだったら全然お金あげたいですけど、普通にあったら便利ぐらいだったら冗談じゃないですよね。そのプレゼンをしてほしいですよね。勉強勢がちょっとなんか歪んできて隙間にちょうどあるのが iPad Pro なんですよとかだったらめっちゃ買いたいですね。何をするにしてもまず失敗することを予想してしまって実行できません。怒るわけないと思ってもやっぱり怖くて一歩踏み出せません。完璧思考をやめてトライアンドエラーできるようにすればどうすればいいんですか。トライアンドエラーができる人も失敗することはもちろん想定してます。だからトライアンドエラーっていうのができるんですね。完璧思考っていうのはつまりトライアンドなんだろう、成功、挑戦したら成功みたいなことを想像してるんかもしれないですね。そんな人はいないです。失敗しても平気な状況をまず作るべきですね。そしたら、はい、怖さとかじゃないんで。夢ってどうやって作ればいいんですか。夢は別になくてもいいんじゃないかな。今どうですか、楽しくないですか。楽しいなら夢っていらないと思います。楽しくないなら夢を見た方がいいと思いますね。自分が ADHD と分かり毎日とても生きづらいです。どうしたら生きやすくなると思いますか。ADHD だと分かったことは、お医者様の診断を受けたっていうことなんですかね。それとも自己診断なのか。もちろんお医者様の診断を受けたっていう前提で話すんですけど、そしたらこういうところで質問はしない方がいいと思いますね。僕の不用意な言葉とかこういうところに流れている不用意な文章っていうのは結構自分のハートを痛めつける言葉が多いと思うので、なんか悩みがあったり心が疲れてらっしゃる方は自分に聞きなじみのいい言葉だけで身の回りを埋めるのがいいと思います。今は批判とかアドバイスを求めない方がいいと思いますね。将来の夢を作文で書けと学校で言われたのですが、今やりたいことがありません。でもクラスのみんなは警察官や医師、美容師など将来の夢を持っています。将来の夢を持っている私は普通ではないでしょうか。いや、すげえ普通だと思いますね。あの学校の作文、まあ、夢を書けとか言われるんですけど、夢を書いたところで学校の先生が、ね、夢を叶えたとは限らないので、そんな人に、ね、判断なんかできるわけないじゃないですか。だから意味ないんですよ、こういうことって。それだけど意味のないことでもなんか上に揺られてやんなきゃいけないっていう不条理を一回学ぶって思って、嘘でもいいので何か書いた方がいいと思いますね。将来に夢があるかないかを判断することは学校の先生はできないので、大丈夫、そんなの。夢っぽいことが書いてあればいいんですよ。ただ警察官になりたい、医者になりたい、美容師になりたいっていうことを書いただけじゃないですか。この他のクラスメートは本当になれるかどうかなんて分かんないわけじゃないですか。意思がある、なんかお題出されてそれに対する回答ができるかっていう能力ぐらいしか判断できないです、作文では。だから将来に夢はなくても別にそれはしょうがないです。まあ見つけりゃいいんです。僕だってまだ将来に夢ないんだから、いいんです、なくても。でも仮にじゃあ、学校の先生になるにはどうしたらいいかなっていうのを論理立てて書く練習だと思ってください。
多分俺も悩みましたもん。やっぱ将来の夢かけって言われて別にないし、なんでそれ学校の先生言わなきゃいけないんだって思いますし、でもいいんですよそれは本当に。だから今だったら今 YouTube にコメントしてんだったら、やっぱ YouTuber になりたいとかでもいいと思いますよ。なんでもいいんですよ夢なんて。それについて説明する能力があるかだけなんで、ね、今あんまないけどタウンページが開いてパッて開いたページに載ってる職業をもう夢にしてそれについて書けばいいんですよそれだけ本当に。その良し悪しなんてもう判断できないんだから、普通かどうかなんて考えなくていいです。みんな異常だし、みんな普通、みんな天才で、みんな凡人なんだから、基本的に凡人なんでね、いいんですよ気にしなくて。自分がすごく浅い人間に感じます。物事に関して関心を持てず、全てに関して適当に何も考えず生きています。いいじゃないですか。ある意味幸せだと思うのですが。いや幸せだと思いますよ。人として何か欠落しているように感じます。日々の楽しみなど、私に対して日々の楽しみなどありますか。楽しみはいっぱいありますね。もう今日は昨日に比べて腰が痛くないとかでも十分楽しいですし、興味が持てないっていうことが何か欠落しているように感じる。どうなんですかね。むしろ何かに集中する、人間の持ってるキャパシティ決まってるので、使えるそのリソースは決まってるので、それを何かに集中させるってことこそどっかを欠落させると思うんですよ。すごく浅いってことはまだ何者にも関心を持てないとは言ってますけど、関心を持つ余裕があるはずなので、多分関心を持ったらそこにね集中できるじゃないですか。むしろ今が満たされてる状態だと思いますね。ずっともう浅い人間だって思うぐらいで生きた方がいいんじゃないですかね。どうしても一人暮らしがしたいのですが、お金がなさすぎて生活するの精一杯で一向にお金がたまらず、全然一人暮らしができそうな気がしません。一向にお金がたまらず、都内は高いんですけど、地方行ったら全然やりようはあると思うんですけどね。どこでどういう一人暮らしをしたいのかによりますね。彼女に期待しすぎてしまいます。期待しないようにすればどうすればいいのでしょうか。どれぐらい何を期待してるのかによりますけど、いいんじゃないですかね。どうせ来年か再来年には違う女性好きになってると思いますよ。それ前提で付き合った方がいいと思います。そうやってなんかハードル下げとくと、なんかちょっとした時にすげえ好きになったりするので、はい、それぐらいでいいと思います。小学2年の娘ですが中学受験を考えています。低学年のうちにやっておくべきことはありますか。低学年のうちに、どの学年であっても受験を考えているなら過去問以外やることってないんじゃないかなと思いますね。最近できた友人のどんくささにイラついてしまいます。自分もかなりどんくさい方なのですが、自分と同じようにどんくさい人と行動して初めてどんくさい人にイライラする気持ちを知りました。何回どんくさい使うの。今まで周りにいた人にこんな気持ちにさせていたのかとかなり落ち込み、そういえばあの時もこの時もと自分の過去のどんくさいエピソードを思い出してはさらに落ち込む日々です。その友人のことは好きですし、本人は悪くないのは分かっているのですが、自分を見ているようだからモヤモヤしてしまいます。どんくさい人に対して何か思うことはありますか。どんくさいとそんな思わないです。あ、でも自分がどんくさいから思うんだな、同族嫌悪みたいな感情になるんですかね。どんくさいのでイライラするのか、どうなんだろう。でも迷惑レベルまでのどんくささなんですかね。ただちょっとテンポが合わないとかのんびりしてるとかで、でも結果に大した影響がないんだったら勝手にイライラしてるだけなんじゃねえのとは思いますけどね。どんくさい人だし、僕は本当に何とも思わないです。でもなんかせっかちな部分もあるんです。なるべくせっかちな人と付き合うようにしてます。その友人のことは好きですしっていう、なんか本当にお試しかしかのように一応好きって言ってるけど嫌いなんじゃないのかなと思っちゃうよね、これ文章だけ読むと。まあ、しばらく1年ぐらい付き合ってみてまだイライラするぐらいだったら、その人の交際をちょっと減らすのがいいんじゃないですか。脱毛症でウィッグ生活になりました。なるまで1年近くかかりそうです。どんなウィッグにしますか、それともウィッグせずありのまま過ごしますか。いや絶対ウィッグした方がいいと思います。なかなかないじゃないですかウィッグするタイミング。ただなんか周りに理解してくれる人がいるといいですよね。脱毛症なんでウィッグしてるっていうの、そしたら毎日違うウィッグとか楽しめると思いますけど。新卒1年目社会人です。仕事内容はいいのですが残業代出ない、毎週早出、絶対定時に帰れない、6連勤もあり、人間関係もいいとは言いません。転勤したいのですが、新卒1年目で転勤って厳しいでしょうか。転勤なんだ。転勤は会社の都合だからなかなか自分の意思では難しいんじゃないですかね。転職じゃなくて転勤なんですね。その仕事はいいんだ、やっぱ仕事内容はいいから。
いや転職の方がいいんじゃない、またやりたいことがないのですがどうしたらいいですか。じゃあ転職がいいんじゃない。だって相当しんどそうじゃない。続けたいんだ。多分転勤しても同じ会社なんだったら同じその就労状況になりそうだけどね。環境は同じなんじゃないですか。私の座右の銘は時は金なりです。1時間いくらなら人によりますか。私は1万円でもちょっと躊躇します。1万円じゃ絶対売らないでしょ自分の1時間、関心麻痺のため車椅子で生活しています。へえ。外出時などに周りの目がとても気になるんですが気にしない方法などありますか。しばらくはリハビリとかしても、まあ、非生活が続くのであれば気にしないっていうのをどうですかね。車椅子以上に目立つパートをどっかに作るとかなんですかね。そうするとそっちの方が気になって周りの目にあんま意識いかなくなりますね。まあ、俺もちょっと周りの目を気にしたことないんでちょっと分かんないですね。プライドを捨てるにはどうしたら良いですか。おい、なんで捨てたいの。いやこれはでも簡単ですよ。やっぱ今多分 お家にいらっしゃるのかな、ちょっと分かんないですけど、もしお家にいらっしゃるんだったらその格好のまま外出てナンパするとプライドやっぱすぐ粉々になるんでおすすめですよ。ナンパはいいんですよ本当に。プライドなくなるから。ホストの人ってすっごいかっこいいなって僕思うんですよ。やっぱそれってあのプライドがやっぱないからなんですよね。客引きとかしてる人ってやっぱすっごく積極的だな。どんどん人に仕方されるけどガンガンやっぱ行くんですよね。あれは学ぶべきところだって。かっこよくないじゃないですか。もうどんどんいろんな人に街行く人に声かけてキャッチするって、それができるから自分のフィールドに連れてきた時にめちゃめちゃかっこいいことができるんですよね。両方持ってるからホストってすげえなって本当思うんですよね。はいプライド捨てますってできる人たまにいるんですよ。そういう人聞くとやっぱそういう経験とかしてたりとか、僕の中でやっぱ共通点ナンパ上手な人はプライドないですね。自分はいつも何かを選択するときに全くやらないの0か完璧にこなす100の2択でしか行動できません。程よく手を抜いて物事をこなすにはどうすればよいでしょうか。はあ、この方がどういう方なのかやっぱ知らないんでこの文面ですか想像することはできないんですけど、サボる理由として0、100でしか2択でしか行動できないとか、やるときはやるとかいろんな理由を作ってることがまあ多いです。そういうケースの方が多いです。多分手を抜く術は人間誰でも持ってるので、むしろ50の仕事なんか誰も求めてないし、そういう生クラの仕事が一番困るので100出す機会を増やした方がいいと思います。本当に完璧にこなす100を出せるんだな、それは才能なので、いっぱいその才能を生かしてください。いろんなことに対して100で挑んだ方がいいと思います。やらない理由としての、ね、0、100をみんな持ってきがちなので、特にまあちょっとの興味あることは100やった方がいいと思いますね。息子が進学校を自分で希望して受験し受かったのですが、その後モチベーションがだだ下がり全く勉強しなくなりました。おい、課題も進みません。お、私は息子の将来に大きな期待はなく、あそう、生活している、していける職業につき幸せに暮らしてってくれればいいなくらいにしか思ってないですが、最低高卒はしてほしいですし、せっかく受かったのだから物事をやり遂げてはやり遂げることはしてほしいです。言っても反抗してくるので最近は言わないようにしていますが、進級できなくなるのは困るのでどうしてもこちらが焦ってうるさく言ってしまう時もあります。言えば息子も怒るという悪循環です。お手上げです。7月は学校さえも行かなくなりました。夏休み明けはオンラインになり今のところ授業を受けているようです。いじめられているわけでも全く勉強を理解してないわけでもないようです。どうしたらいいでしょうか。モチベーションが下がってるっていうのが最初頭にあったんで、多分勉強についていけてないと思いますね。全く勉強を理解してないわけではないようですってこの方は言ってるんですけど、多分ついていけてないんじゃないですかね。進学校受験して受かった、やっぱその受験の勉強ってしんどいじゃないですか。それがまた続くのかってなった時にやっぱモチベーションが下がるケースやっぱ多いんですよ。続けらんねえなって、しかもみんな同じレベルなんで進学校って、やらないと落ちこぼれちゃうんですよね。進学校じゃなければ基本的に落ちこぼれでも全然挽回できるんですけど、みんなが常に前進している中でやっぱ一回落ちこぼるとなかなかしんどいとは思いますね。勉強が得意だったら絶対にモチベーション下がんないんですよ。いやもう得意すぎてもう天才で全て理解できるってなったらモチベーション下がるかもしれないですけど、基本的にテストの点がいいっていうのはむちゃくちゃやっぱ快感なんで、授業についていけてないってことをちょっと理解してあげた方がいいと思いますね。
母さんなんで全く勉強を理解してないわけではないようですって思いたいんだと思うんですけど、多分理解できてないと思います。でそれはしょうがないことなんで、多分な、まあ、合格できてる時点で多分授業は頑張ればついていけるはずなんで、まあ、頑張んなきゃいけないんですけど、ちょっとそこをフォローしてあげた方がいいんじゃないですか、ね、でも多分もともと頭はいいし容量もいいタイプだし、努力すればできるタイプの子だと思うの で努力することも本来はできるタイプだと思うので、今差がついてしまってるってことはモチベーションを下げてる原因だと思います。差があってもいいんだよってなんか理解させてあげるのがいいのかな、まあ、この文章だけだとそれぐらいしか僕は分かんないですね。大学を休学することについてどう思いますか。したらいいんじゃないですか。来年から大学院に進学するのが確定しちゃってるんですが、今現在卒論に対してかなりモチベーションが低下しメンタルも崩壊しかけています。自分としては学部卒はしておきたいと考えているため、今年はどうなってでも卒論を頑張ろうと思うんですが、来年以降やっていけるかわからないです。やっていけなくなったら大学院休んだらどうか。卒論はとりあえずもう書くって決めてるんですもんね。それでどうですかね。新しく働き始めたところで資格持ちだからという期待が大きすぎて重いです。うまく聞き流すコツを教えてください。資格に即した仕事をしてそれに見合った給料がもらえるんだったらいいんじゃないですかね。しばらくすれば周りもあ、この資格って別に思ったほどでもなかったんだぐらいに気づいてくれると思います、はい、時間の問題です。大丈夫です。看護実習が辛いです。応援メッセージをください。いや辛くても頑張ってください。今後 私も多分お世話になる可能性もあるので、はい、頑張ってください。どんな話題でも自分の話にすり替え楽しそうに昔話する同僚のじいさんばあさん、ともに70前後に並行します。どうしたらいいでしょうか。その人らをシカトしてください、はい、その人らがいないところでみんなで集まってください。芸能界で優秀だなと思う方は、山里さんとバカリズムさんと、若林さんって、僕は結構こういう質問の時は毎回言ってますね。このお三方に憧れてる。あ、一番最初芸能界入る時憧れたのはもう上岡龍太郎さんなんですけど、その後憧れの対象として見てるのはそのお三方ですね。あと最近あ、この人は憧れるなって思ったのが小倉智昭さんですね。特ダネの最終回の最後、スタッフロールの中でカンペも何も見ずに今の自分の気持ちを言うこともなく、次の番組の展望と期待と、そしてスタッフのねぎらいの言葉をあんだけ縦板に見てさらさらと喋れる人って日本国内探してもなかなかいないと思うんですよね。73歳という年齢も関係なくあれだけ喋れる人ってやっぱすごいなと思いますし、憧れましたね。憧れるのが遅すぎたなと思いますね。自分の感情とか自分の知識を喋るのってすごい簡単だと思うんですけど、誰かのことをおもんぱかったことをさらさらと喋るのってすごく難易度が高いんですよね。それをあれだけできるっていうのは、さすがプロの喋り手さんだなと思いましたね。同世代のものです。あ、そうですか。最近体を見るたびにほうれい線やシワが気になるようになり、年を取ったなとなんだか不安に感じます。自分の体が老いていくことについてどう考えていますか。もう怖くて仕方がないですね。毎日老いを感じます。まあ、どうやったって老いから逃れられないなと思いますね。でほうれい線とかシワとかがなくなったらね、もちろんいいんですけど、なくなっても大して変わらないっていうのもなんとなく分かってるんで、なんかね本気になれないっていうのはありますね。いつも赤い服を着ていらっしゃいますが、好きなデザイン、気に入らないデザインなどあるでしょうか。赤も濃淡ありますが、どんな赤色が好きですか。またどこまでの赤の部類に入りますか。いや別に何でもいいですね。こだわりはマジでないです。10年以上ダンサーしてますが、ダンスの世界は他の世界に比べてお金がないです。報酬が低くても仕事となるとみんな飛びついちゃうからかなと思ってます。ああ、なるほど。どうしたらこの業界にお金が流れるようになると思いますか。お金が流れなくて成立しちゃってるんで、多分もうお金は流れてこないんじゃないかなと思います。こういう業種ってすごいもういっぱいいろんなところにあって、こういう方みたいに未来を憂いてる人がちょっとみんなで行動を起こそうよって思うんですけど、もうダンピングが成立する社会になっちゃってると、誰かが動こうって言ってる間に抜け駆けして誰かがね飛びついちゃうっていうことなんですよね。変わんないんじゃないかなって思いますね。そういう業種はもう至るところにあります。この方がめちゃくちゃ世界的なダンサーになって自分の稼いだお金をトリプルダウンして下に流す以外の方法は多分ないんですよね。スーパースターが現れてもう有無を言わさず変える以外の方法がないんですよね。アニメーターの世界とかも多分似たところがあって、みんな発給でやってるけど発給でやらざるを得なくなっちゃってて、で結局お金持ってる中国商に買い叩かれちゃうみたいな。
そういうのはいろんなところにあります。この方がダンサーとして成功するしかないです。自分がちょっと成功できないなって思うとしたら、その報酬のまま続けるか別の仕事を選ぶしかないと思います。全員でね、行動を共にして変えるってのが一番いいんですけど、多分難しいんだろうな。身も蓋もない言い方なんですけど、大金持ちを味方につけるしかないですね。強いパトロンがいるかどうかだと思います。か別のダンスでのお金の稼ぎ方を見つけるかなのかな。こういう業界はいっぱいありますよね。恋人が異性と話をしたり仲良さそうにしていると嫉妬のようなモヤモヤした気持ちになってしまいます。どうしたらこんな余計なことを考えなくて済むでしょうか。はあ、どうなんですかね。でもこの方は感覚的に恋人から愛されてるなっていうのは感じるんでしょうか。感じるんだったら、まあね、やきもち焼くのはしょうがないんじゃないですかね。それだけ自分の恋人だからね、やっぱすごい素敵なわけでしょ。もしかしたら他の人が狙ってるんだって不安になるぐらい素敵なんだったら、やっぱそれはやきもち焼かざるを得ないんじゃないですかね。余計なことを考えてるわけじゃないと思いますけどね。すごく素敵なパートナー見つけたんだから、そのパートナー逃がしたくないっていうのは普通の考えだと思いますね。でもどうだろう、例えばその人が過去に浮気とかしてたっていう経験があってだとしたら、それはまた違う話になってくるんでね。余計なこととかじゃなくて、それはもう防御本能として感じてることだと思うので。ただやっぱ恋人側としては、その恋人側としてはちょっとしたことでやきもち焼かれるってすごくしんどかったりするので、あまりやきもち焼いてるってことは、まあ、1回2回伝えた方がいいと思いますけど、やめてとかそういうことしないでとか言わない方がいいんじゃないですか、ね、やらざるを得ないことってあるんですよ。他者と会話ってしなきゃいけないの で他者と仲良くした方がメリットが多いので、社会っていうのは感情とか恋愛とか性欲愛欲とか関係なく人とは仲良くした方がメリットが多いって感じてるから、恋人もいろんな人と仲良くしてるんですよ。なんでそこは割り切った方が、割り切る術を身につけた方がいいと思います。元彼と別れて寂しくてたまりません。次の人と出会うのが待ち遠しくて辛いです。次の人がいるとは限らないので、元彼と鞘を戻すのもありなんじゃないですかね。知り合いと楽しく喋っていたはずなのに急にスイッチが切れたみたいに、何を話せばいいか分からなくなることがよくあります。疲れたというか、なんで笑ってるんだっけと、何話せばいいんだっけってなります。そういう状態にならない方法や会話が続く方法を教えてほしいです。会話っていうのは途切れるものなので、ずっと喋ってる方が異常なんですね。まあこういうふうに何かを読んでそれに答えてる人が今多いじゃないですか。こういう悩み相談的なやつを真似してシステムを僕もこうやってやってるんですけども、こういうのって常にお題であったり質問が来るからずっと喋ってられるんであって、普通は喋ったり黙ったりするのが人間の会話です。一人カラオケ行くとずっと歌ってるわけじゃないじゃないですか。曲を選ぶ時間があるんですよ。そういうもんなんですよ。会話もすごい緩急があるんです。ずっと喋ってる必要なんてないんですよ。で知り合いと楽しく喋ってた時って本当に楽しかったら黙ってても全然耐えられるじゃないですか。別に無理して喋る方法ないですね。無理して喋ってるってバレたらもう友達になってくれないと思いますね。心を開いてる友達の前では安心して黙っていいと思います。考え方の違う友達とうまく付き合う考え方や付き合い方を教えてほしいです。考え方が違うんだから、その人は友達じゃないんじゃないですか。考え方が同じ友達がまずいるんです、選択肢として。で考え方が違う他人っていうのが一番端っこにいるんです。その真ん中なんですね、考え方の違う友達っていうのは。だとしたらその友達関係をずっと続ける必要は多分ないと思うんですよ。同じように考え方が同じ他人がどっかにいるはずなんで、その人の友達になってこっち側に持ってきた方がいいです。その人友達候補っていうのは世の中いっぱいいるので、今の関係とか今周りにいる人だけで友達を埋めなくてもいいと思います。根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、とんでもねえな、根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、でその人を無視すればあの子は性格悪いって言われるし、仲良くすれば悪口言われる。仲良くしても悪口言われるんかい。じゃあいいだろう、もう仲良くすんなよ。誰かを好きかっこラブになったことがありません。好きになるかっこラブってどんな感情なんですか、どんな気持ちなんですが教えてください。くだらないですが質問です。現在では AI が写真と言われてもわからないくらい写実的な絵を描きますが、今後は実在しない顔を作り出す AI を使って元となる顔を用意して AI に描かせた非実在人間のヌード写真風イラスト集とか販売されるようになると思いますか。すっごく幅の広い質問きましたね。好きになるってどんな感情なんですか、わかんないですね。全くそういう感情がわからない人もいるにはいると思うので説明しづらいですね。なってみなきゃわかんないとしか言わないですよね。
そんなに私は恋愛っていうものを甘美なものだと思ってないので、私もしかしたら分かんないかもしれません、その気持ちが。で、後半の、非実在人間のヌード写真集風イラスト集は、これはもうめちゃめちゃ作られてると思います。ディープフェイクじゃないですけど、もうデータ入れまくって有名人の体つきと顔つきとかもうコピーしまくって勉強させまくってガンガン作られてる。で、それは一応今の状況だと、セーフガードみたいなのついてて作れないようになってるんですけど、多分作れる AI もザラにあるんだと思います。理論上可能だからいっぱい作られちゃうんじゃないですかね。どうなんでしょうね、その権利とかでめちゃくちゃ揉める時代になるとは思います。だ、本物じゃないといけないものの価値をもっと見直す時期が来るんじゃないですかね。有名になるってことだからそれだけリスクがあるってことだと思いますね。自分のヌードが作られてもへでもないって人がだから勝つ社会になるかもしれないですね。私はもう何とも思わないのでガンガン作ってほしいですね。受験を控えているのですが、なかなか SNS を控えようと心がけてもついいじってしまいます。何をすればけじめをつけられると思いますか。解約してください。カズレーザーさんの思ういい人生とはどんなものですか。なんかこういう質問に答えるだけで何人かの人が褒めてくれるのはやっぱいい人生ですね。すげえ楽ですね。子供が一人います。私の身体的な理由もあり二人目は難しいです。周りから一人っ子はかわいそう、わがままに育て二人目は作らないととやったら言われます。そう思いますか。また上記のようなことを言われても気に病まない方法を教えてください。一人っ子で十分じゃない。二人育てるの大変でしょ。どんなやつなの周り、一人っ子はかわいそうとか今時言うやつ。気にしなくていいんじゃない。気に病まない方法、その子と遊んでたら気にしなくなるでしょ。